今回は、映画館でうんちを漏らしたという、ニートのイッチの話を紹介するよ。ニートは45歳。映画館でうんちを漏らし大号泣してできんに、今日あったことをそのまま話すんやが、映画館の時間に間に合わなさそうでトイレを我慢して入ったら、上映中に我慢できなくなってうまるちを漏らして大騒ぎして帰ってきた。ワイが大泣きしてるのに、周りの冷ややかな目、もうあの映画館はいけないな。うまるち。何してんだよ、小学生か。映画の途中でトイレになんで行かない。せっかく映画に間に合ったのに上映中にトイレなんて嫌だろ。そりゃ家で DVD 見てる時なら止めていくけどさ。がまるじでくさ。周りの迷惑考えろよ。え、それどうなるの？途中で外に出てきたってこと？映画の途中でトイレになんで行かない。途中で外に出てきた。そのまま泣きながら家に帰ってきてパンツを捨てて、今に至る。捨てるんじゃなくて洗えよ。結局、途中までになっててくさ。お腹壊してたんか？映画に遅れかけた理由がポップコーンセットを買ったからなんだよ。結構、並んでて、注文してからも遅くてさ。で、それを持って映画館に入って、トイレを我慢した状態で食べたり飲んだりしてたら催した。で、上映中にトイレが嫌で漏らしたと、クソだな。マジでがまるじは映画来ないでくれよ。もうちょいだったから、なんとか間に合うと思ったけど無理だった。最後の最後で、やばいと思って席を立とうとしたんだよ。そしたらポップコーンにぶつかってぶちまけて、動揺して走行してる間に漏らした。隣の人の顔が忘れられない。ポップコーンまでぶちまけてるのか。時間考えろよ。間に合わないなら買わない、だろ。そもそもポップコーンを買った後にどうやってトイレに行く気だったの？そういえばそうだな。ポップコーンを持ったままトイレに行けないことも忘れてた。アホすぎる。マジでこういうやつと出くわしたらワイならぶん殴るかもしれん。なんで泣くの？情けないし、周りの視線が痛くて泣いた。それにかなり見たい映画で楽しみにしてたんだよな。ニートだから貯金が少なくてようやく親に頼んだりして貯めたんだぞ。またしばらく映画館に行けないと思うと泣けた。ニートかよ。他人の金で映画を見ておブツを巻いて帰るとか犯罪級。え？出禁になってないの？もう二度と近寄らないでくれよ。いろいろやらかした後、逃げるように帰ってきた。途中、スタッフの人とすれ違ってポップコーンこぼしましたって伝えて映画の半券を渡してきた。そのまま逃げようとしたら、席まで戻されて出禁。多分、すれ違った時に匂いで察したんじゃないかな。じゃなくても、隣の人が伝えただろ。まあそりゃ出禁だな。頼むから家で DVD とかで済ませてくれ。いつもなら DVD かブルーレイだよ。でも今日の新作だけはどうしても見たくて行った。多分あと15分か20分くらいだったと思うけど盛り上がってきたところで抜けて悲しい。クライマックス近くに近くで埋まる越された人たちの身にもなれよ。映画館だと匂いが充満しそう。そのパンツで、よく家まで帰れたな。必死で帰ってきて道中のことはあんまり覚えてない。とにかくやばい、やばいって思って泣きながら帰った。気持ち悪すぎる。何歳だよ。45歳、映画が好きだけどここ最近ずっと家でレンタル。映画館もだけどポップコーン買う金はどこから来たんだよ。小遣いはもらってないから貯金や、漫画を売ったお金。それから親に小分けで何度か頼んだ。映画見に行くって言ったわけじゃないのか。違う。ジュース買いたいって何回かに分けて金をもらって貯めたのを持って行った。親がエッチなんかに金なんて渡すからこうなるんだよな。まあでもジュース代を渡して映画館に行くとは思わないかも。45歳だろ。もう無理じゃん、働くの。それなら、追い出せばいい。追い出されても困る。生きていける自信がない。じゃあ足しねば？ 30 代くらいの時は足しにたいと思ったこともあったな。今は足しぬのも嫌だし、かといって働いたりもしたくない。親もお前を養うのは限界だと思うけど？両親が足しんだらどうするんだよ。その時、考えるんじゃダメか？それは遅いんだよ。マルチ製造機ってだけじゃなくて漏らすのかよ、最悪。一気どこ住み？そこの映画館の一気が座った席には座りたくない。隣で映画見てたら返金してほしいレベルだよな。出禁だけで、賠償はないの？映画代金とポップコーン代以外は払ってない。絶対に掃除したスタッフが涙目じゃん。45歳ニートの後始末とか最悪やな。おとなしく引きこもってろよがマルジ。このスレまでに追ってきた気がする。くせえ。キモすぎだろ。マルチもやばいし40代のおっさんのマジ泣きとか見たくない。映画館に行くときは気合を入れていくから、ほんとこういうの迷惑。早く足しんでくれよ。ワイと日本のために。どこの映画館か知らんけど臭そう。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。無職だけど年金の督促状が20万円分来た。猶予申請はなぜか却下された。銀行強盗でもする以外に払う手段ないんだけど。財産差し押さえされるよ。何年払ってなかったの？何回でも出しとけ。いや働けよ。じゃあ雇えよ。100社面接してから言え。何百社も落ちてるわボケ。何回でも免除出せるの？バックスから連絡あった？差し押さえるもんがなかったら向こうもお手上げじゃね？
車とか持ってたらダメかもしれんけどな。実家に住んでるから親の財産が差し押さえられる。問題解決じゃん。よかったな。バカ、お前金なくても勝手に生産してくれるんだろ。実家でよかったな。役所でごねろ。親がかわいそう。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。ニートでも目指せる、コスパ最強の職業ランキングベスト10。第10位、警察官。市民の安全を守る正義の輩から、高卒やエフラン大卒の低学歴が大部分を占めるにもかかわらず、その平均給与はピーク時で900万円を悠々と超える。その他にも拳銃や一般の範疇を明らかに逸脱した権力を有することが可能。とはいえ、体育会の職場であるためニートには厳しいか。給与 A、就職難易度 C、過酷さ G、第9位、機関工。主に車関係の工場で3から35ヶ月間程度の期間だけライン工として働く非正規労働者。仕事内容は車の組み立てであったり、はたまた塗装であったりと様々だが往々にして単純作業。とはいえ、大半の工場では重労働を強いられるため、機関工を目指す人は基礎体力をしっかりと身につけてから挑もう。待遇は工場によってまちまちだが、三菱自動車あたりなら料費、食費、水道、光熱費の全てが無料な上、入社祝い金として80万円が、慰労金が合計で300万円支給される。給料 D、就職難易度 F、過酷さ B、第8位。公開し。公開の指揮や計画はもちろんのこと、荷役作業の監督や書類関係の処理、荷物や薬品の管理などまで担うある意味海の管理者。給料はそれなりに高く初任給でも月収45万は軽く超え、40から50になれば月収130万超も珍しくはない。また、下船後に30日から60日程度の超長期休暇を取得できる上、その間もしっかりと給料が出る。というのが強みか。給与 S、就職難易度 C、過酷さ A、第7位。長距離ドライバー。一般的にはブラックのイメージが強い長距離ドライバー。確かに労働環境は過酷かもしれないが、給料はかなり良く会社次第では月給60万以上なんてのも普通。また、意外にも自由の利く仕事で職務中に音楽やラジオを聴いたりサービスエリアに立ち寄るのも個人の勝手。そんなわけで激務に耐えられる人にならぜひともおすすめしたい職業だ。給与 C、就職難易度 D、過酷さ A、第6位。宅地建物取引主任者。建物や土地の各契約に際して、購入者側の利益を保護したり、契約をスムーズに推し進めるための職業。正確には資格といった方が正しいか、年収的には勤める企業によって点と地ほどの差があるが、目安的にはその企業の平均収入の 110% から120% 程度といった感じか。また、資格の難易度としては中の上といったところか。決して優しいわけではないが、普通に勉強すれば普通に合格するはずだ。給与 E、就職難易度 B、過酷さ E、第5位。システムエンジニア。プロジェクトの上流工程を担う IT エンジニア。しばしば、プログラマーと混同されがちだが SE が建築士でプログラマーが現場作業員といえば納得してもらえるだろうか。給与水準はそれなりに高く、同年代の 140% 前後はもらっていると考えていいだろう。また、就職は意外にも簡単でこれっぽっちの IT スキルのない高卒にでも簡単に就職可能。というのも、今の IT 業界は空前絶後の売り手市場なのだ。給与 D、就職難易度 E、過酷さ C、第3位。航海士。主に世界中の港を行き来する航海者。給与が爆発的に高く初任給でも月60から80万円。50歳にもなれば月収200万超が普通。また、それこそ世界中を巡れることや、長い時には120日近くの長期休暇を取得できるのも見どころか。就職難易度はやはり内航船に比べれば高めだが、同じく超高級職であるパイロットや医師に比べれば足元にも及ばない。専門の学校を卒業して上級の免許を取得すれば高確率で目指せるはずだ。給与 SS、就職難易度 A、過酷さ A、第3位。フリーランスエンジニア。それなりの経験を積み独立したプログラマーやシステムエンジニアのこと。給与水準が非常に高く普通でも月60から70万。それなりに経験を積むと月250万近くも稼げるようになる。また、契約が切れれば完全に自由の身なので長期休みを取得しやすいというのも利点。契約に際しては指定の言語での実務経験を、だいたい1から3年程度求められるケースが多いため、フリーを目指す人は身になる仕事をさせてくれる会社を探そう。フリーと言われるとなんとなくハードルが高そうな気がするがぶっちゃけそうでもない。みんなやらないだけ。給与 S、就職難易度 D、過酷さ C、第2位。地方公務員。採用試験は大して難しくもないのに、公務員という高い安定と社会的地位を手に入れられる区分。給与自体は同年代の大卒地方公務員と比較して、月に1から2万円前後低くなるが就職難易度を考えるとむしろ良心的な格差ではないだろうか。給与 E、就職難易度 C、過酷さ F、第1位経営者。普通の人は
と思うかもしれないが、経営者こそコスパ最強の職業なのである。日本人はお金持ちと聞くと、一部の限られた優秀な人にしかできない、汚いやつ、何か怪しいことをしてるなどと金持ちに対する偏見が強いため、誰も経営者を目指そうとしない。そこがチャンスなのである。企業の成功率はビジネスの形にもよるがおよそ7から8割程度だ。学歴も金持ちもない状態から数千万から数億を狙える。まずは一歩踏み出せ。給与 SSS、難易度 B から S、過酷さ B から S。ニートが高級取りを目指すわけないだろ。受験も負け、就活も負け、社会出ても負けた全戦全敗ニートが逆転だと？そんな社会は甘くないです。才能も環境も努力もない人に夢を見せるのは残酷。そもそも働く意思がないからニートなんだろうし、生活保護でももらって毎日ゲームして遊んでればいいよ。一位おかしいやろ。中小企業白書の情報をもとに、企業の失敗率や企業の失敗率を下げるために意識すべき2つのことを紹介してきました。これまでの情報をまとめると書きの通りです。企業の失敗率、1企業1年後の失敗率 3%、 2企業3年後の失敗率 7%、 3企業5年後の失敗率 14%、 4企業10年後の失敗率 27%。 失敗の定義は、ギリギリ生きることができる程度のお金しか稼げなくても失敗にはならないんでしょ？人生を決めるのは行動力なのである。日本は、人と違うことをするだけで金が稼げる最高な国だ。それが大変なんだよ、楽観主義者。なんだ、ニートの妄想か。ワイオンちゃんやけど人と極力関わりたくないから楽やわ。ずっと VTuber の配信流しておけるしな。運搬&積み下ろし内容によるけど、大型取ってドライバーが一番マシか？オツ4取って危険系のやつなら積み下ろしもないし高いんちゃうか。あとはビル免系の資格取ってビル館とか。起業はできないんじゃなくてみんなやらないだけ。社畜であり続けることこそが一番安定で最高だと教育によって洗脳されている。だ、か、ら、ライバルが少ない、起業に失敗するのが怖い？またやり直せばいいだけだろアホかおめえは。無駄に熱くてくさ。コーチになってくれや。起業にコーチとかいらねえよ。起業、やり方で検索しろボケナス。でもお前起業してないじゃん。このスレを見ればわかるだろ。この世の中はこんなやつばっかりなんだ。思考停止して会社員やるのが安定？笑わせんじゃねえ。一番不安定だわ。なんだ、よくある企業かコンサルの広告かよ。一から出直して競合企業相手に入り込めると思うなら何でもややいいさ。まあ、冷静に考えても凡人こそ起業すべきだよな。凡人が雇われても1000から2000万が限度。先生とか親の言うこと聞いて、遊んだりゲームするの我慢して勉強して、大量の金を注ぎ込んで辛い受験を乗り越えて、大量の金を注ぎ込んで大学4年間を過ごして、7人に1人が鬱になってジマル社も出る就活を乗り越えて、やっと働く権利をもらう。でも限度は1000から2000万、ほとんどのやつが1000万すらたどり着けずに年を取って丸ぬ。もう終わりだね。その後部署ガチャで台無し、リスクあるのマジでクソ。海外のクラファンを日本に転売する会社。サブスクの仲介業者の会社2つ経営しとるで。社員が仕事回してるから今は不労所得や。勢いだけあるけど、どうなの？引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。郵便配達のバイトしようと思うニートなんやが質問がある。あれって何時くらいに帰れるの？知らんけど調べたらすぐに出てくるんちゃう。17時って書いてあるが、うちに来るとき19時とかの時もあるから。基本バイトには優しいぞ。正社員は使い捨てのように扱うが。あれ配達でも正社員あるんか？みんなバイトかと。仕事は嫌じゃないが、人と接するのが嫌やから、まだマシな方やろと考えてる。普通にやれば定時までに配達終わるぞ。慣れてきたら早めに帰ってきて仕分けまでやる。なるほどな。結局そこ次第か。誤配するとめちゃくちゃめんどくさくなってめちゃくちゃ怒られるらしいで。まあそうやろな、ミスはせんようにや。ワイがバイトの時は午前配達、仕分け、午後配達、仕分けだった。午後の仕分け量が全てや。午後仕分けって終わった後の翌日準備みたいなもんか。自分の配達エリアの郵便をどさっと渡されるから、それを家ごとに仕切られてる箱に入れていくんや。それをルート順にまとめるのは社員さんがやってくれるから、翌日の出発前にそれを荷台に詰め込むだけでいい。そういやあれって昼飯ってどうしてるんやろ？12時とかも普通にやっとるやん。12時45分くらいから休憩じゃなかったっけ？とりあえず応募すれば。引き続きニート関連のスレを紹介するよ。ニートY君、パチでマイナス26K の大敗北を喫しの涙を流しながら帰宅。もうダメだー。ニートの時点でダメやから大丈夫や。うるさい。誤差のレベル。確かつ問題やぞ。手取りで月収50万くらいあるんやろ？
勝ち組やん。負けたぞ。何撃ったんや。謎の戦車に消し積みにされた後、謎のブリタニアに金を出すように命じられて、謎の将軍に助けを求めたらさらにカツアゲされて泣いてたら、謎の革命期に瀕死の重傷を負わされてた日に層になってたら、ガマ忍者が小遣いくれたんやけど謎の乙女に全部奪われたんや。で、何歩負けたんや。スレタイ見てへんのか。マイナス26K や。あーごめん、書いとったわ。26K って何。26,000円じゃね。そんなんやから負けるんやぞ。それお前や。うるさいゴミ台しか打てない呪いかけるぞ。アスト理解したらええやん。応援してるで。全てを取り戻す。 26K=26,000。 せやで。大損害じゃないですか。せやぞ、最悪や。次勝てるまで頑張るか、それかしっかり仕事するかやね。ニートが仕事すると思うんか。ほな勝つしかないか。パチンコやってないからわからんが応援しとる。なんや応援とかするのおかしいやぞ。このスレに来る連中は Y 君に憎悪をぶつけるはずや。みんなお前の幸せを祈ってるだけやで。ほんまか。じゃあ毎日設定6掘り当てて Y 君に譲ってや。ずいぶん気が立ってるな。乙女出陣チャンス。俺なんて今月マイナス 135K やぞ。頭はげるぜ。 Y なら頭蓋骨陥没しとるわそれ。 Y は天然でマイナス 50K や。祝宴おったんか。じゃじゃ丸君クソ大すぎん。あれ入れた店長も作ったユニバも全員足しねよ。 Y 君強者じゃったけどゴミやね。なんであれ出したんや。おきどき触らないおじさんを撃たせるためか。なんでニートが金があるんだよ。醜いなれ合いしててくさ。罵り合ってこそだよな。破産するまで負けるんやで。負けること願っとるで。残念、君はもうクソ台しか撃てなくなりました。撃った台を考えるとだいぶ耐えてる。仮にニートが勝ったとしても次回以降の軍資金にして負けるまで撃つから勝つことは絶対ない。ニートなら時間あるんだからいべしに行くとか適当にエナでもしとけばいいのに。絶対に負けないやり方がある。血の涙なんて一滴も出てないだろ。出てたら医者に行け。一致はちゃんと勝っとるやつやろ。負けとるやつはこんな余裕ないんだよな。もしかして生ポで俺たちの税金でパチ行ってないよな。マジでそういうクズがいるからな。金ないのに時間だけある人は幸福な人と不幸な人の二極化が特に顕著。なんかわからんけどムカつくからニートは一生負けてればいいよ。ニートがパチをできる不思議。引き続きニート関連のスレを紹介するよ。公務員浪人ってただのニートのくせに、なんであんなに偉そうなの。知り合いに公務員浪人中の人がいるんだけど、民間を見下したりまだ受かってもないのにあそこの川ブラックだとか。病気だから。そういうこと言わないとニートみたいなことをやってることが正当化されないから。お、俺はバイトもしてるしニートではねえし。周りは無職と認識してるからな。医学部浪人もそんな感じのやつおるよな。自分が偉いと思ってる公務員浪人がいたら、内閣総理大臣目指してるホームレスの方がお前より偉いのかと聞き返してみればよい。それで納得いく答えを返してくれる人なら見どころあるから付き合い続けとけ。そんなに意地悪言わんといてや。常識的に考えて、そうでもしないと精神の安定が保てないんだろ。そんなことすら察することができないのもねえ。心の中で思うのと口に出すのとでは大きく違うと思うけどね。民間人のネタに、オツ。浮かれば手のひら返しがとてつもなく快感だぞ。全員が偉そうにしてるわけじゃない。俺は毎日、肩身狭いような気分で勉強してます。そして受かってら他人より偉くなると思ったこともないです。公務員試験落ちたくせに、公務員でなきゃ働かないとえり好みし学校卒業してるのに働かず毎日ゴロゴロ勉強してるだけ。本当人間のクズ。俺大学卒業して公務員浪人1年だけして受かったけど、もし受かってなかったらと思うと恐ろしい。果たして精神の平衡を保てたのだろうか。そうやって他を見下さないと精神保てない豆腐メンタル野郎なんでしょ。昔、公務員浪人しながら県庁で非常勤事務員のバイトしてた。バイト仲間は同じ境遇の人が多いんだけど、できる人は2年の任期を待たずにとっとと公務員試験受かって辞めていった。使えない奴はいつまでも試験に受からないで、任期満了したら保険の代行とか夜の店とかかに行かざるを得なくなってた。要はそういうことだよ。将来への不安で頭がおかしくなっちゃった奴らなんだ。そこんところを十分理解してやってくれ。そして思いっきり叩いて縁を切ってやれ。奴らはプライドだけ高い無能なクズなんだから。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。今回は、ネット住民全体から嫌われている気がするという、ニートのエッチの話を紹介するよ。ニートは34歳。ネットの住民全員から嫌われてる気がする。なんか最近5チャンネル全体から嫌われてる気がして怖い。何兵だけじゃなくて、他の板でも同じ。お前ら、また別の板からついてきたんだろ。もうそろそろ、やめてほしい。病気？糖質低下。エッチのこと、見張ってるのがバレたか、そろそろバレるかと思ったよ。冗談ならやめてほしい。怖くてスレを開くのが怖くなってきた。一致を監視？
そんな面倒なことしねえよ。なんか飲みすぎじゃね？それとも宗教的なやつ？宗教は何も信じてない。なんか、1ヶ月くらい前から何を書いても煽られるようになった気がする。おまけに、書いてもないことを知ってる奴がいたりして、別のスレまで読んでるのか？怖すぎる。という幻覚だった、だろ。マジで糖質っぽいから今すぐ心療内科の予約を取るべき。何かに追われてる感じ？お薬出しておきますね。でも一致みたいに思ったことあったな。ネット全体が敵に思えた。まさにそんな感じ。味方がネット上には誰もいないような気分になってる。じゃあスレなんて立てなきゃいいのに。自分が立てたスレだけじゃなくて、他のスレでも同じ感じになる。トイレ行って、風呂入って寝てこい。起きれば忘れられるやろ。それしか考えることがないの？暇やな。ニートでやることもないし、今日なんて朝からずっと考えてた。もう今日は5チャンネルをやめようかと思ったけど、結局暇すぎてきた。1週間くらいネットをやめてデジタルデトックスしたら？せっかくニートで1日暇なのにそんなこと考えてるのか？もったいないな。一致の煽りの定義がわからん。例えば今の時点で煽られてる？そこまで煽られてはないけど、また同じ奴が何人かいそう。いつも、序盤は大丈夫でだんだん煽ってくるんだよ。ニートのお前と違って、スレをまたいで追いかけねえよ。どうしてそこまで自分にみんなの注目が集まると思うんだか。悪いこと言わないから、ネットをやめた方がいい。これってひどくなったら糖質コースなんかな。糖質かはわからんけど、鬱っぽい感じがしてきた。脅迫神経症は違う？それはどっちかというと潔癖とかだから違う気がする。気のせいでも病気でもない気がしてるんだけどな。そのくせ、ネットをやめることもできん。ニートになってから10年近いけど、今までこんなことはなかった。煽られても煽られた、うえ、とかそんな感じだったのにな。心の病気を発症するのは急だからしゃあない。ずっと家にいるの？ちょっと外に行ったら？で、もしワイが一致を監視してるやで。って言ったらどうするんや？叫ぶんか？煽られるようなことばっかり書いてるだけじゃね？それはありそう。なんじゃいは機嫌が悪い奴に当たるとガンガン悪口書かれたりするからな。だとしても、毎回こっちにピンポイントはおかしいだろ。なんか、いつも煽るターゲットにされてる気がする。書いてることは、1ヶ月以上前とあんまり変わってないのに。煽り体制がなくなっただけってのは？引きこもってからずっと5チャンネルしててそれはない。YouTube の猫や犬の動画がおすすめ。ちょっと一致には癒しが足りないんだよ。猫は昔実家で飼ってたな。確かに今は癒しがないかもしれん。そのままニートを続けるつもりならなんか趣味を見つけた方がいい。5チャンネルだけだと、そややむって。それより働けよ。Y が鬱っぽくなった時は外をぶらぶら散歩し始めたらちょっと調子が良くなった気がする。座りっぱなしも体に悪いしな。やっぱりなんか違和感があるわ。おかしくなったのかな。そう思うなら病院に行こう。レスバしたとか、なんかきっかけがあったんか。特にきっかけはないんだよ。だから余計によくわからない。寝ろ、忘れろ。仮にネットで煽られ続けても知り合いでもなんでもないんだから気にすることはない。煽りがとか言ってる奴に5チャンネルは合わないからロムってろ。ほら、だんだん当たりが強くなる。やっぱり前スレから来てない？そこまで煽られてなくて草。疲れてるんだろうな、と。ニートでもメンタル病むことがあるのが驚き。それな、ニートなんだろ？気楽に行こうぜ。昔から神経質？几帳面とは言われるけど神経質って言われたことはない。むしろあんまり気にしないタイプのはずだった。家にずっといるうちに多分そういう性格になったんだろ。やっぱりニートになる弊害って大きいな。10年くらい経つと社会復帰しにくくなるのは、これだからだろ。お前ら、マジで嫌ってるだろ。被害妄想をつ。まあ、なんか面倒だなとは思う。SNS デビューでもしたら？ 5 チャンネルよりはマイルドだぞ。全員にインスタとかは合わないだろ。ツイッターならよくね。あれもなんか違う気がするんだよな。ちょっと疲れてるっぽいから病院行ってこい。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。27歳ニートやがタクシー運転手なりたいんやがダメか。ええけどタクシー運転手は将来性ないで。自動運転来るから。ちなニート歴2年、ニートやって将来性ないで。もっと先見るなら自動車産業自体が縮小傾向にあるわな。今ある自動車の約 70% 以上は常時稼働されてないから自動運転に加えて完全管理、シェアできる時代になる。そんなもんが普及する頃には多死んでるわ。免許はゴールド、ほぼ毎日運転しとる。余裕やん。悪にしとれゴミ。将来的にはお偉いさんの運転手やりたい。あとオリンピックで外国人乗せて案内したい。そんなステップアップしてやるようなもんちゃうやろ。初めから目指せや。両方定年後のジジイがやるような底辺職には違いないが。やっぱ何の仕事も職歴ないとあかんの？余裕すぎて草。人足りないから即採用やぞ。免許も会社負担で取らせてくれるからすぐ応募しろ。人足らんの？都内腐るほどゴミタクシー運転手おるけど。
タクシー乗ればわかるけど、どの会社も募集の紙貼ってあるぞ。それくらい足りない業界。人と話すの学じゃないなら向いてる。学歴と職歴は？信じないと思うけど慶応卒や、職歴はなし。それほんまやったら他頑張ってからタクシーにしろや。頑張れないんを。というかどう頑張ればええかわからんのや。やったことあるやつおらんの？運転枠じゃない。とはいえ別物なのはわかるけど。勤務時間知ってて言ってんやろか。20時間とかやろ。でもその分休みの日は多いやん。結局接客業で同僚とのつながりが大事やぞ。それ最後の手段やろ。ジジイとおっさんばかりやぞ。もう割と最後の手段使うしかない年齢やろ。自分で言うのもあれやけど。全然やわ。職探してへんやろ。タクシーって所属でやる場合具合とかやし、個人でやるにしても規制緩和の煽りでそもそも台数多すぎやし、よっぽどの積んでる野郎でないとでけへんで、客もクソやしおもろい瞬間ゼロや。まあやっぱネガティブな意見ばっかだよな。残党やけど。大昔は高給取りだったらしいな。働くことは大切。志望校でない限りは何でもいいから働いた方がいい。30前にな。ほんまやわ。絶対やめた方がいいわ。そもそもなんでタクシー運転手とかいうフリーターに毛が生えた程度の存在になりたいのか。それでもニートよりはマシやろ。タクシーなのはそれしかできそうなのが思いつかんからや。バイトもしたことないんか？ないで。ほんまクズで申し訳ないっすわ。まあ親以外に文句言われる筋合いはないけどな。働く気持ちになった時に働くべきやな。人に言われてしても、それが逃げ道で仕事辞めたり、しない奴はいくらでもいる。タクシーの運転手は求人が多いということはそれだけ、社会的に必要な業種ということ。さすがに働く気は出てきた。とはいえこんなゴミを引き取る会社があるのかっていう。世の中リサイクルの時代や、ゴミから宝が出てくることもある。それも社会という現場で選別しないとリサイクルできるかどうかは判断できないからな。サンキューウォッチ。タクシー運転して高卒でもなれる？ワイもフリーターからジョブチェンジしたい。なれる、中卒でも可能。免許と最低限のコミュ力があればね。大卒しかダメなんて大企業以外は本社勤務だけやろ。中途で高卒ダメなんてほとんどないわ。タクのうんちゃんって給料どれくらいなんなろ？ほとんどが歩合制。もしくは、最低給与と歩合制。大きなタクシー会社ならば、バスの免許取らせてくれるとこもある。ワイのとこは自分で差額出せば大型に集けても OK やったな。タクシー運転手になるために慶応に行ったんか？コスパ悪すぎやな。27ならまだ焦らなくてもいいんじゃね？引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。政府20から59歳までの引きこもりは150万人います。企業は宝の山に気がついてほしい。ふむ。ゴミ山定期。まあゴミ山の中身も多少価値のあるものは埋まってるやろけど。宝だと思うなら国家公務員として雇えよ。企業がダメにした人間がどれくらいおるんやろね。産業廃棄物の山。企業介護、サービス業、物流、工事系。戦力外通告を受けた男たち。ガチの宝はどっかで捜索公開して声かかってるやろな。夢の島。草。埋め立てた後に公園にできるやんけ。まあ探せば良い素材はおるんやないかって思ったけど、ただの無職ならともかく引きこもりとか対人関係たひんでるやろしな。持ってる知識とか能力なんかより一番大事なのはやる気とコミュ力やからな。それがなきゃ文字通り宝の持ち腐れやわ。この150万人をコントロールした者が次の天下人だぞ。バイトだって若いやつと30代が来たらそりゃ若い方取るだろうし、企業じゃなくて国が雇ってあげたりしないと無理じゃないの？言うて20代なんて若いだけで価値あるよな。ワイの知り合いにも会社に潰されて引きこもりになったやついるわ。こんなのもう引っ張り出せんやろ。100万都市形成できるやん。むしろ人口の 1% しか社会のバグないんか？十分やろ。職歴不問嘘だよ。本当に来たら取る気ないよ。センスを持ってるやつはいるかもしれないけど、働いてなかったやつは感覚が鈍ってて使い物にならないことが多いんだよな。これボリュームゾーンは40代だぞ。お前ら40歳引きニートの教育係に任命されたら喜んでやるんか？ニート引きこもりから転身できる業種を作るしかないな。ウーバーイーツとか介護とか。150万人も仲間がおるんか？心弱い。引きこもりとか言って社会問題化してるけど、実家太いやつばかりだから将来困らないのが現実。実家貧乏だったら引きこもりやってる余裕ないだろ。無理に働くより生活保護の方が良いからな。中途なんて一生搾取されるんやから引きこもってた方がマシやで。中途就職。発給、毎日労働、社会的に見下される、叱られる、頑張っても負け組ルート確定。生活保護、発給、働かなくていい、社会と関わりないので見下されようがノーダメ、叱られない、頑張る必要もない、そらみんな校舎選ぶよ。ほんこれ。
長年引きこもってられるような環境の人はそこそこ家に金もあるやろし、今さら無理して大変な人生に身を投じんでええやろほんま。引きこもりのまま35歳過ぎたらまあ終わりやな。なんで働く気がないもんをわざわざ受け入れなければならんの？本人にとっても地獄やろ。引きこもりって聞くと20半ばくらいの部屋でゲームとかアニメ見てる若い男イメージするけど、実際は40代のおじさんがボリューム層っていう。平均年齢50歳の国や品山島。飲食やコンビニはガチガチのマルチタスクの上につきっきりで指導する時間なんてほとんどないから、むしろこの手の連中の社会復帰には不向きという。バカにされてるけど軍事的ポジションが一番社会復帰には向いてそうではある。やらせる会社はどこにもなさそうだが。口ばっか出してねえでお前も手動かせよって大喧嘩になるよな。週3勤務とか増やしたらええんちゃう。各世代の2から 3% は引きこもりなんか。クラスに1人の割合。プラマイゼロどころか完全にマイナスの人材が存在するって、どこの企業も終身雇用制で痛いほど理解してるんだよ。引きこもり者にも気づいてほしい。ハローワーク求人数130万件の宝の山を。まともな職歴のない中年高学歴なんて見えてる地雷なわけで、企業が受け入れるわけないじゃん。移民として出荷せよ。地雷が存在する可能性が普通の転職者より高い時点で保守志向の日本企業は取らないだろ。磨かなきゃダイヤもただの石ころなんだから政府が斡旋する環境を作れ。企業にとって働かない奴は不良債権でしかないんだが。でもうちのような施工管理業には来ないんでしょ。正直引きこもりを最初から健常者の枠で普通に働かせようとするから難しいんやと思う。今の小丸社雇用と同じような枠で社会福祉の一環として働かせるようにすればまだ改善しそうやけどな。企業側もそういう枠組みの人として使えるようにして、その中で復帰できる層は健常者として働けるように転職なり配置替えならできるような仕組みを国が作らんとどうにもならんやろう。企業そんな引きこもりよりグエンだわ。一定期間労働経験がなかった人を雇ったら補助金出すとか。でも雇ってもお前らすぐ辞めるじゃん。150万も無駄があるのか。ならまずそれらを有効活用する方法と破棄する方法を考えないとダメだね。臓器売買させるしかないな。社会復帰するまでにワンクッション必要でしょ。ブートキャンプに放り込むとか。全員危険に使おう。忍耐力もコミュニケーションも取れない上に技能もないのに何に使えというのだ。労働力としては論外だが消費者としては活用できるかもしれないな。親が金持ちならそれもあり。公務員で雇えばええやん。それで機能すると思ってんならさ。で大卒公務員を民間によこせ。真の上級国民だからな。底辺の嫉妬が凄まじい。ただのうまる子製造機が宝。20代生子だけど人生ちょろいわ。半年に1回介護の面接受けて、ローマルに殴られたら必ず殴り返す意思を示してわざと落ちる。ケースワーカーもお手上げやで。引きこもりは少なくとも働き者の無能ではないんでマイナスにはならんよ。底辺が社会から搾取する側に回れる唯一の手段。社会の誰かの身代わりとして底辺職で頑張るくらいなら生活保護の方がマシ。生活保護の金額が高いのも問題よな。働いてる側のしょうもないマウンティングや偏見のせいで労働意欲なくしてるのもいるんだろうな。それで人手が足りねえっつってんだから、自ら自分の首絞めてるようなもの。ゴミイライラで草。50万って数はまあそのくらいかなと思う。今の社会に適応できない奴らなので、違う社会だと適応できるかもしれないし、そこでは才能を発揮できるかもしれない。今の社会での評価が絶対的なものであるとは思わない方が良いと思うよ。それでも現状で投資効果に見合うかといえばかなり難しいと思うけどね。社会が進めば人口の半分くらい税保にした方が、社会としては効率が良いという事態も十分あり得るのでね。どんな人材でも使い道は必ずあるからな。使い方がわからない方が知恵遅れなだけで。引きこもりの多くは発達障丸者だからな。無理だろ。最もストレスが溜まる職種なんて一般人でもお断りだわ。ニートにも無理。のんびり農業させたらええんとちゃうか。企業が欲しいのは人材であってゴミではない。こいつらは仕事そのものが嫌というより対人関係にストレスを感じるんだよ。家で引きこもりながら仕事できる条件なら社会復帰できる人が大半だと思う。在宅ワークができる環境が整ったんだからこいつらをもっと活用すべきだわ。有効活用先がなかなかなさそうやな。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。ニートは、タイミーで働く。フルタイムで働くのは夢のまた夢やね。タイミーってコンビニとか保育士とかそんなんしかなくね。わい中核シスミやけどたまに搬入搬出あるで。まあ大半はコンビニマクドスーパーやな。コンビニもマクドも経験者しかダメじゃない？せやね。わい体はランニングと筋トレで鍛えてたから引っ越し搬入搬出みたいな軽作業メインやな。報酬はどうやってもらうんや？ワイ口座持ってないけどしのぎきついけ真面目に働きたい。口座なきゃあかんで。マジかよクソすぎんな。
俺を社会復帰させる気ないだろ。クソみたいなことしてたからしゃあない。すごい頑張りすぎ。ありがとうやで。頑張って社会復帰目指すわ。時給安すぎんだろ。第2位に手数料として3割取られてるらしい。第2位は田舎だと1000円以下の交通費なししかないんすけど。普通にゼロのとこもあるしな。逆に辺境の地とかやとごくたまに2000円とか出してるところ見たことある。未経験でもいけるもんなん。経験者限定と未経験者歓迎みたいなのはちゃんと募集文に書いてくれてる。まあ未経験者歓迎のところ行って何回か経験したことある程度指示出されて不快な思いしたことあるけど。はい、3月毎回バイト初日のストレス嫌だわ。変に期待されないという楽さはある。でもずっと気張ってるから帰宅したら毎回2から3時間気絶するように爆睡してるわ。新しく来たタイミー、マジで使えんわ。こういう陰口言われてるからな。個人経営の居酒屋とかこういう陰口多いらしい。ワイン食とコンビニは無理や。経験者限定、交通費込みクソ安時給、前に溶接経験者限定とか見かけたけど来るわけないやろ。美容師免許持ちとか PC スキル持ちを最低賃金で雇おうとしてるところ多くてゴミやなって思うわ。フォークリフト免許持ちは優遇されてるイメージ。掲載無料だしたまーに資格持ちの暇人が釣れるから載せてるんやろな。けど目障りやからユーザー側にミュート機能欲しい。隙間で小遣い稼ぐ程度には便利でいいわ。シフトがどうのとか気にせんでいいし。タイミーさんって呼ばれるよな。悪気はないんやろけど。それニュースなってたけど。Y はその後に始めたからかもしれんが一度もタイミーさん呼びされたことないねんよな。大抵お兄さん兄ちゃん苗字くん君やね。1年半ニートやったけど社会復帰の足がかりはタイミーやったわ。履歴書不要、面接なし、来るもの拒まずがありがたすぎる。Y も春休み暇やからやりたいんやけど、経験者限定のばっかや。おすすめのなんかないんか？搬入搬出やね。できるなら作業現地のエレベーターの大きさとか事前に調べたりした後に応募した方がええかも。1から5時間早上がりで満額保証とかあるから最高な時がある。力仕事？大変そう。エレベーターがあれば物を台車に乗せる。台車を転がす。トラックを設置場所に置く。これの繰り返しやから意外と楽。階段作業は地獄や。エレベーターあるか確認すればええんやな。倉庫、清掃、クリーニング、品出し、洗い場。あたりは誰でもできるかと。そこら辺狙ってみるわ。一日おきに週3でタイミーするくらいがちょうどいい。月10万あれば生活できる。しかもタイミーの仕事って皿洗いとか誰でもできる簡単なのが多いからね。土日にトレーニングジム行くくらいなら副業で肉体労働した方が痩せるよな。4時間引っ越し女子とかするだけで1500キロカロリーくらい消費するし。これは同意。自分のペースでできないのが一応はストレスやけど。怠惰な Y には逆に合ってるかもしれん。ニートでも陽気向きか。30代40代にもなって日雇いの時給で働いてるやつ。人生考え直した方がいいぞ。Y も派遣でオフィス引っ越しの搬入搬出やったことあるけど、10人くらいでデスクとかロッカーを台車に乗せたりして運ぶだけだから楽やったぜ。動き出せたんやからええやん。でもここから次に動けんのや。スーツ着て面接受ける方が派遣バイトより何倍も怖いねん。陰で何言われてようが、派遣と日雇いはサボるべきや。むしろサボって当たり前。サボられたくなかったら派遣や日雇いなんか使うな。確かに。実働支払いで頑張り求めてくるのはゴミやね。満額保証で物量に終わりが決められてるとこは愛想よく全力で頑張るわわい。タイミーってなんやねんと思ったら派遣以下の駒使いやんけ。日雇いだからな。せやで。ニートやからそれぐらいしかできんねん。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。今回は、マッマが自立センターの人と仲が良くて怖いという、ニートのエッチの話を紹介するよ。ニートY34歳。最近マッマが自立センターの人と仲良し。最近、マッマが電話で自立センターの人と仲良くしててやばい。いつ追い出されるかと思ってビクビクしてる。やっぱり逃げた方がええよな。そう思うなら逃げれば？自立センターの人と仲良しってどういうこと？さっさと追い出されろよ。いつ頃から仲良くなったんだ？3週間くらい前からマッマが電話をよくかけてたんだよ。その時は、他人容疑だったのに今はかなり仲良さそうに色々と打ち合わせしてる。カウントダウン始まってるな。いつ追い出されるんやろ。最初の頃はその値段はちょっととかマッマが言ってたんだよ。でも、値引きされたっぽくてん、どうしようかしらとか言ってるけど、結構その気っぽい。家まで引き取りに来てくれるんですか？とか詳細を言ってて、そろそろヤバそうなんやが。確かにヤバそうでくさ。金額面で折り合いがついてるのなら、すぐ追い出されるんじゃないのか？まあでも支援センターもいろいろあるから震え声。ボーヨットスクールみたいなところに放り込まれたら耐えられる気がしない。もうちょい普通のところもあるらしいやん。家まで連れ出しに来る施設が普通か？金額も数百万っぽいしなんか嫌な予感しかしない。もうどうせ決定事項かもしれんし、いっそマッマに詳細を聞くとか？
聞いてそうよって言われたらどうするんだよ。やめてクレメンスっていうか素直に連れて行かれるしかないな。数百万もかけてお前を更生しようとしてるなんて、ありがたいじゃねえか。頑張れ。施設に300万としたら、出ていくから250万くれってのはどう？どうせ追い出されるにしても金が手に入った方がいいだろ。天才現る。それもありかな。でも交渉して応じてくれるかがわからん。マクマがどういう目的か、だな。追い出すことが目的で大金を払うつもりなら、一気に渡しても同じじゃね？それはそう。でも一番は、何も起きずに現状維持なんだよな。追い出されるのは支援センターだとしても金持って追い出しでもきつい。もちろん選べって言われたら後者だけど。今すぐマクマと交渉しないと、前者になるんだぞ。にしても一致の親は金持ちでいいな。Y の家には、Y を追い出すような金もないぞ。ニートを買ってる家だし、そこそこ金があると予想。Y の家、そこまで裕福じゃないんだよな。なんで金が出せるのかよくわからん。それとも支援センターをかなり値切ったのかな。昔から、家電量販店とかでよく値引きさせてたんだよ。関西の人？ま、すえ。じゃあ一致が支援センターが300万なら Y に200万って言ったら、マッマがさらに支援センターを180万にさせるかも。そこまで割引は無理だろ。電話の頻度ってどれくらい？数日に一度、話してる。マッマからかけることもあれば、向こうからかけてくることもある。それも、友達じゃん。もしかして、払うかもって見せかけてニート対策だけ教えてもらってるとかない？無料で。そうなら嬉しい。土壇場でやっぱり払えませんって言ってもらえたら最高やな。なんていうか、この親にして一致ありって感じで草。結構ずるい親だったりする？パッパはクソ真面目なんだけど、マッマはいつもこんな感じやぞ。さすがに無料で施設の職員を利用してるってのはないと思うが、Y 的にはその方が助かる。ニートの一致に追い出されてほしいからマッマが本気で会ってほしい。何歳なの？34歳。もともと、マッマに35までに働けって言われてたから、怪しいタイミングではある。やっぱり契約する前に一致が金をもらって出ていくのがベストだな。数百万もらったとしても、ニートじゃすぐなくなるだろ。それにアパートの契約がニートじゃできなくね。そこは、契約だけはしてもらうんだよ。それくらいはできるだろ。寝カフェ生活なら数百万あればかなり持ちそう。一昔前に流行った寝カフェ難民か。なんか臭そうだし音が気になりそうなんだよな。あと腰が痛くなりそう。贅沢言うなよ。やっぱりお前は支援センターに行ってろ。それが嫌だから困ってんだよ。何か他に道はないものか。だから、働くか金を持って家を出ろって言ってんだろ。マッマの気が変わるのが一番なんやが、なんか支援センターの悪いニュースとかないか？そういうのは自分で調べて資料にしてマッマに渡すんやぞ。他力本願うぜ。ずっとこういう他人に頼りっきりの生活をしてきたんだろうな。支援センターに行くくらいなら他死ぬ。って言えば？で、他死んだら？って言われたらどうするんだよ。その時はその時だな。樹海にでも行ってこい。またマッマがコソコソしてるな。マジで嫌になる。ちゃんとマッマの意思を聞いた方が楽になれるぞ。Y、支援センター行きなのか？ってな。ずっとグダグダ言ってて、その日を迎えそうな気がする。Y なら絶対にセンターにかかる分の金を持って出ていくのにな。救いようがないな。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。地方ニート、ガチのマジで暇すぎる。毎日憂鬱や。絶対に丸ぬなよ。応援してる。頑張れとは言わん。お前のペースでやりたいことゆっくりやろうぜ。アニメもゲームもとにかく飽きた。ニートでそこら辺飽きたらどうしようもなくなるやん。ニートで一番丸見たくなるのって3月だよな。わかる。わかる。これなんでなん。ほんまに明日が見えない。何年目や？ Y は8年目。5年目や。Y も8年。何か極めたら。どうしたらええんや。暇つぶし交換しようぜ。俺は海賊王。バイトしたら？体力なくてもう無理やわ。働いたら暇も潰せるしお金ももらえるぞ。Y もニートやが人生が虚無すぎて丸みたい。Y もほんまに丸みたいわ。Y もや。ウーバーすらめんどい。これだよな。ほんまに暇って苦痛や。Y は格ゲーやってるけどニートなのに弱い。Y もロールしかやってなかったけど弱い。働けや。あつっぽいやつはニート向いてない。実家暮らし？何歳ですか？実家28。実家か、ええー、な。変わってくれ。一致の出身大学はどこや？仕事してるけど暇だよ。自慢やめろ。高卒や。ニートって楽でいいよな。週3くらいで働くのがちょうどいいよ。暇つぶしにバイト始めたらもう3年目くらいになってくさ。今サボり中や。地な退屈と感じてるのは実は寂しさな。働いてた頃の方が辛いけど楽しかった。ニートは楽だけどつまらない。 Y もテレワークになってからニートみたいな生活してるわ。ニートとの違いは給料とボーナスがもらえること。 Y ニート、今年から家でできるバイトでお小遣いを稼ぎ始める。親言って3ヶ月経とうとしてるのに一切動いてないゴミが Y や。
仕事したくないという気持ちが強すぎる。ちな34。金あるならええやろ。困ったら働け。10年超えたけどもう完全に廃人になってる。飯食って寝て起きてる時間は2ちゃんしかしてない。テレビもネットもほとんど見てない。ニートええな。ニート7年目33歳の時に社会復帰したけどまあブラックだね。ニートが軟税してて草。予報でも行こうや。ニートというか引きこもり歴10年やが学校や仕事なりしてないと一日のありがたみを忘れてしまうわ。家に金あるやつはニートできて羨ましいん。負債を将来に棚上げしてるだけだぞ。恋しろよ。恋はいいぜ。四六時中相手のことで頭がいっぱい。暇が恋しくなるくらいにな。バイトしながら釣りしようぜ。ニートになってから絵を描き始めて、今は同人で年収800万くらい稼げるようになった。すごいな。努力の賜物やね。嘘つくのやめな。10年とかすごいな。うまる子製造機なら働いた方がマシやろ。うまる子製造頑張ってます。とりあえずハロは。ワイはニートやけどもうニートの年じゃなくなったわ。これは丸ぬしかないな。小道寺ってバイトですら金貯まるのすごいわ。世間体諦めたら最強やろこれ。暇な時何してんの？中国でもニートっぽいやつ増えるらしいな。好きなだけ寝てるんやろ。社会人には何より羨ましいで。ずっとまともに働いてまともに結婚してるやつって社会の何割くらいなんだ？10時間労働週を続けるって気狂いだろ。昔の農民はもっと大変。ニートって3年目くらいからガチですることなくならない？さすがに限界やから社会復帰するんを。ニート向いてない。ガチで何もやらなければいいんだよ。どうせ何やってもつまらんなら働いてた方が金もらえて暇つぶしなるわの精神やで。Y はそれに近いメンタルで今もなんとか働けてる。でも金をもらうには人と関わらなきゃダメじゃん。俺は人と関わらず努力しなくても良い仕事がしたい。何にもなくても幸せって感じられるんですよ。22卒でない内定のニート予備軍だけど胸が痛いわ。俺もや安心しろ。30超えるともう諦めがつくよな。何も変わらなかった。働いてた時無職が羨ましかったけど、いざ無職になったら働いてた方がマシだったと気づいた。まさに生きてるだけで丸儲けや。うつ病を乱かえ。うつ病やで。会社辞めてそのままずっと無職や。手当もとっくに切れた。SNS やら見てたら相対的な不幸感じざるを得ないやろ。見ないなんて不可能や。金がたくさんあれば多分ニートでも楽しいんだろうな。暇つぶしに日本一周でもしたら？図書館行けば空想の世界は無限や。まあそこにあるのは虚構やけどな。結局俺らの敵は孤独や。ボランティアでも参加しようかな。昨日からニートになったわいた紙の見物。時間あるんだから創作活動するとええで。Y はニートからクリエイターになって生活しとる。動画？え？プログラミング？言うて続かんくない。Y も10万もする液タブにフォトショップ年契約して、やるしかないと意気込んでたのに1ヶ月も経ずに液タブが置物化してたで。こういうのも考えたことはあるけどソフトがクソ高くてすぐ諦めたわ。Y も暇だからポツンと一軒家で自給自足暮らししたいわ。宗教に入るのも一つの手やで。とりあえず何らかのグループに所属することが大事なんや。モルモン教の無料英会話教室通いたいわ。外国人の友達ができる上に英語も習得できるとか最高やろ。金があればとか言ってんのはにわか。金があったところで一人で完結するような世の中じゃないんだよ。まあ一人旅も飽きるし今は感染症で微妙だしマジで金あっても酒くらいだよな。お前ら、ニートのくせに人と関わりたいのか。孤独で一人不安に苛まれるよりマシやろ。うつ病だと気力もないわ。創作したい気持ちはあっても体が言うこと聞かん。Y もうつやほんまに気力ない。わかる。そもそも金がないからニートなんだろ。暇すぎて体を動かすようになるから健康的や。ファイヤーした結果暇を持て余す。よほどやりたいことがあってそれが持続できないと暇地獄だぞ。Y より歴の長いニートおる？ 4 ヶ月や。Y もウォーキング始めたら健康になったわ。暇なら働け、以上。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。ニートなのにアニメとか一切見ないやついる？オタク趣味全くないニートおるか。Y や、1日1、2時間ゲームするぐらい。ゲームしとる時点でオタクや。なんや仲間が欲しいんちゃうんか？何J もオタクコンテンツやぞ。逆にアニメだけ見ないニートや。ドラマ映画ばっかりや。これや、北欧の暗い刑事ドラマばっか見とるわ。アニメは見ないけどソシャゲやるし漫画読む。ガチニート期間はアニメだけ見てた。アニメは気力いるから無理や。自分のペースで見れないししんどすぎ。オタク趣味楽しめてるやつのが勝ち組だと思うわ。ツイッターとかで友達も作りやすいやろ。みんなでワイワイやれるやろし。キッズに教えといたるわ。おっさんになってくると脳がアニメを受け付けなくなってくんねん。この年になって高校生が主役のアニメ見るのきついわ。好きな原作のアニメとかは普通に熱中できるで。
好みが先鋭化されとるだけやろ。ニート6年目やけど今はもうなん JR か YouTube 見るか野球見るかの3択や。アニメとかゲームにかまけてるニートはにわか。これが南 J で非難されまくっとる向けとかいうやつか。昭和とか平成初期のアニメの方がなんか新鮮で見れるわ。ロボアニメとかじゃリンコチエみたいなやつおもろい。くたびれたおっさんやキャリアに行き詰まった30過ぎの女が哀愁漂わせてる海外ドラマ見てると落ち着くわ。お前ら何歳なん ?31 や。アニメにめちゃくちゃハマってるやつ今あんまおらんやん。もう古いのよ。23歳くらいから気力体力集中力かけてって、アニメもゲームも漫画もやりたいと思ってるのすらなかなか触れなかったわ。かろうじてソシャゲ一つ維持くらいで。仕事で疲れてるだけじゃね。いやだからニート突っ取るやろ。暇やな、昔のあれ見るか。もう終わりだよこのじじい。寝ながらスマホポチポチしてるんが一番楽で一番楽しい暇つぶしやわ。我慢時やからテレビの前で何もせず30分座るのも我慢できんし次の週まで話我慢するのもできんわ。アニメ見るやつは根気あるよな。本読んでる期間と配信や5チャンネル見て虚無ってる期間が交互に来る感じだわ。ドラマアニメはきついわ。映画は短時間だからまあまあ。ほんと漫画は自分で調節できるから好きやわ。プリキュアだけが楽しみ。Y 映画やドラマの方が見るのきついわ。アニメの20分が集中力の限界。オープニングエンディングすっ飛ばして本編20分だけや。アニメを全網羅できるのってニートの特権だよな。全部把握できる。アニメとか VTuber にハマって Twitter で仲間内で語り合ってワイワイやってるやつが一番ニート人生楽しんどると思うで。深夜アニメはマジで見なくなるな。なおプリパラ一気にしたら楽しかった模様。ウォッチリストにぶち込むだけで見てないやつが100作品くらいある。終わりやね。多分一生見ることもなく終わるんやろうな。見たいのに。頑張って見始めると案外続きが気になってどんどん見れるで。見始めて波に乗るまでが大変やけど。見たいものあってもそのタイミングじゃないと見れないせいで好きなアニメも見れてない。リストだけ見返す日々や。このアニメ面白い続きはまた今度見るかってなって放置されるアニメがめっちゃあるわ。ガチニートはアニメ見るのすら億劫なんだよな。漫画の方が早いし時間短縮できる。ドラマフリークも立派なオタクやけどな。で暇になって働き出すんやろな。ほんま虚無キャラよりはアニオタゲオタの方がまだマシやぞ。無キャはすぐやによる。これはそうやろ。オタ趣味コミュニティでワイワイやっとるやつら羨ましいし普通に。虚無キャってもはや暇すぎてニートできないやろ。娯楽に溢れすぎて手どれが有意義な時間かって頭が疲れとるんやろな。一時期頑張ってアニメ見てたけど。おもろいかわからん知らない作品を見始めるのがだるいねんな。視聴済みでおもろいとわかってれば見れんねん。金エイデンとか何週でもできるで。ニートって意外と何もしないよね。時間あるけど何もしない。自由やからね。時間があるニート友達とか学生の友人がいるとより一層楽しめる。ひたすらスマホダラダラ見ながら寝とるな。希望も金もないから行動力も湧いてこない。何もしないんやなくて何もできんのや。集中力が続かなくて頭の回転が止まり動けんようになる。心も脳も壊れとる。行動力あったらニートなんかやらんからな。毎日アニメ6時間見て夕方マルエツで弁当買って食べてた。何かできただろうな。ニートなんだからむしろ外に出るべきやろ。時間気にしないで遠出するの最高やわ。むしろ社畜時代の頃のが休みにアニメ見るだけで終わってたわ。そんな金ないで。あっても家に入れろって言われるから、金のないふりをしてどこにも行かない。金どっから湧いてくんねん。スクリーンタイムで1日に8時間くらいすれ更新して眺め続けてるのに気づくと、この時間でアニメ1本見た方が建設的やったなって後悔する最近は。何時で会話する方が楽しいからな。いろんなところで会話が発生してるから見てるだけでも時間が過ぎるの早いし楽なんよね。話し相手がいないから吐き出すところが必要なんや。でも昨日どんな内容のレスして楽しんだかとかほとんど覚えとらんのや。アニメ見たなら翌日くらいはさすがに覚えとるんやが、何も残ってない感がエグいんだわ。何時やるのは吐き出してるだけやからな。面と面向かって他人に VTuber 寒いねんとかアニメ寒いねんって言い出すのできへんからな。Twitter やってもレスつかへんしか言わならんからな。しかも ID ずっと固定の固定版。ニートなのに積みゲーが増えすぎてストーリーの長いゲーム遊ぶのが辛い。できれば10時間以内で終わってくれると助かるんだけどな。アニメも見ないし SNS もやらんしゲームもしない。というか金がなくてできない。何J はよく見るけどあとは寝てることが多いな。お前ら、創作する側には回らんのか？そんな頭ないか？無理無理。そんなの選ばれし者にしかできん。昔は漫画描いてたけどめんどいからやめたわ。読むやつおらんし。画面の向こうの顔知らん読者より周りにたくさんいた学生時代が懐かしい。昔短編を何作か作ったけどすぐアイデア切れで作れんようになった。やっぱまともなものを作り続けるには人生経験が必要なんやなって。インプットが足らんくて終わるよな。これはある。
凡人が作品作り続けるためには経験が必要やなって思ったわ。高橋留美子とかもう本物や。一日の時間が無職なのに短すぎる。アニメゲーム漫画ソシャゲ小説ツイッターとおかず探しなんじゃ興味あってもう時間がなくて、何かを切り捨てざるを得ないという状況が辛い。娯楽が増えすぎたせいなんか。一日が爆速ですぎる。みんな今から寝るやろ。起きたら昼やで。ベッドの上でダラダラしてたらもう夕方近くや。中高生の頃アニメゲーム漫画ニコニコボカロ声優のオタク系コンテンツに狂ったほどハマってたけど、成人してニートになってからマジで1ミリも触れんくなったな。ニートイコールオタクではない。ニートになると暇すぎて楽にいろんな趣味に手を出しそう。でも金がないからできるものは限られそうだけ。いくら時間があろうが興味ないものは見ぬよ。ニートほど馬娘は続かない。理由は課金できないから雑魚のまま。ニートは筋トレやるべき。若い時は良いけど体鍛えないとすぐに体調崩して辛くなる。ソシャゲなんて大体それじゃね。無課金でも勝てるソシャゲなんてないだろ。馬が丸字は親の金で馬娘に課金するから平気平気。普通の名作ってのはあるけど大体はその時の自分の状況に依存するから。ニートって毎日気持ちが不安定だからアニメとかは素直に楽しめない。ガチニートは何人いるんだろうな。ニートにソシャゲは悪手だろ。廃課金に殴られるだけのサンドバッグだぞ。今の MMORPG もニート多いんじゃね。ドラクエ FF モンハンとかニート多そう。 MMO は昔からニートと大学生が多かった。 MMO ならニートでもどうにかなんじゃね。ソシャゲは開始数日以外は同じことの繰り返しだし何時間も時間潰せないだろ。ニートにはあんま向かなそう。ワイもニートで今日が1週間記念だわ。楽しいな。やりたいことやれるしもう働きたくない。ソシャゲとかニートは絶対に勝てないでしょ。A マルローみたいな金持ちニートなら勝てるかもしれないけどさ。そのうちみんなニートするようになんじゃね。だって底辺ができるような仕事なくなるから。早く就職活動してこいよ。怠けるなよ。アニメこそニート向けだと思うけどな。アニメは時間の無駄。そんな暇があるならソシャゲをやり込む。おっさんオタクニートはアニメ見すぎ目が超えてるしな。ニートなのに実写ドラマ一切見ない人いますか。ニート期間は筋トレしてからそれから働けよ。ニートも飽きたしな。ナロー系のアニメを見ろよ。お前たちはニートのくせに早起きだよな。5時頃から書き込みしてるもんな。一つのものを続けていることはオタクなんだよ。だから俺たちはニートオタク。生きてるゴミ。まさに生ゴミ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。今回はマッマの借金を助けられなかったというニートの一致の話を紹介するよ。ニートは37歳。マッマが借金したので助けようと思ったら金なかった。最近困ったことがあったんやが、マッマが借金してることが判明して、家がものすごい重苦しい空気になった。パッパもマッマもそこそこの年齢やから、離婚とかはないと思うんだけどさ。ニートで一日中家にいるから、二人の空気が耐えられなかったんだよ。マッマが借金、お前がニートしてるからじゃねえの。借金ってなんだよ。クレカ？サラ金？不穏。キャッシングだよ。結構使ったみたいで、パッパがめちゃくちゃキレてた。それって何を買ったの？自分の趣味に使ったとか？まあ、イッチがニートだし、その遺伝子をマッマも持ってるんだもんな。イッチも借金しそう。ワイは借金はしてない。ニートだからクレカも持てないしな。マッマが何に使ったかはちょっとよくわかってない。必要だから使ったってマッマもパッパ相手にキレてるんや。じゃあイッチは板挟みか。なかなか辛いな。でもお前、ニートだからどうしようもないじゃん。そうなんだよな。でもどうにか空気を変えたくてさ。マッマを助けようと思ったんや。どっちかというと、パッパよりマッマの方がいつもワイに優しいし、マッマが窮地になった方がワイは困ると思ったからな。で、いざ助けようとして気づいたんやが、ワイには金がなくて無理やった。ワイがサラ金で借りてきたら、それはそれで利子がやばいだけだしな。わろた。本気だったとしたら、バカだろお前。ニートが借金返済の手伝い。あ、でもお前でもできることがあるぞ。働け、そしたらマッマの借金も返せるだろ。そんな金額じゃなかったらどうするんだよ。大体、バイトや日雇いをしたとしても大した稼ぎにはならんぞ。でもイッチが働けば、親の不穏な空気は変わるかもな。確かに。あのニートが、ってなって、パッパとマッマが仲直りするかも。大いにあるな、頑張れイッチ。確かにマッマは助けたいけどワイが働くってなると、それはまた別なんや。働くのはハードルが高すぎる。大体働けるなら、この家にいなくてもいいし、この空気も我慢しなくていいんだよ。金が無理なら、仲裁でもすればいいんじゃないの？マッマニートは黙ってろ、パッパニートは帰れ。ありそう？実際、大した発言権もないからそうなる可能性も普通にある。っていうことは、Y の出番はなしってことなんだよな。開き直っててくさ。結局、役立たずってことか。Y は役立たずだよ。
それは前から別に気づいてる。だからなんなんや、役立たずでも別にええやろ。開き直りキモい。うわぁ、やっぱりこういう性格だからニートしてるんだな。とりあえずマッマに借金の金額を聞いて、お前が臓器を売るなりなんなりして稼げ。なんとかなるやろ。キャッシングなら枠があるし、大金ではないと思うんだけどな。マッマニートの息子がいるストレスでつい。なんでワイのせいになるんだよ。今までマッマは借金したりギャンブルしたりはあったのか？多分ワイの記憶の中ではないな。じゃあ今月か先月、なんか必要なものがあったんじゃね？必要だから使ったとはマッマが主張してるっぽい。でもパッパは怒ってて冷戦状態なんだよな。そもそも普段の二人の仲はどうなんだよ。普通？仲が悪い感じ？まあ普通かな。そこまでベタベタではないけど、ここ数年、数十年、ほとんど関係なんて変わってないぞ。それが、ここ数日マジで二人がピリピリしててきつい。多分マッマを助けたいってよりは、Y が空気に耐えられないんだろうな。じゃあ出ていけよ。そうすれば空気なんて感じなくていいだろ。出ていけないから二人をどうにかしたいんだよ。マジレスすると、ニートが出ていっても無駄。でもいっそ、ニートが矢面に立った方が二人の喧嘩がなんとかなるんじゃ。ああ、イッチがサンドバッグを提供するのか、ええな。それだと Y が一人負けやん。親には仲直りしてもらいたいけど、Y が出ていくのは嫌なんや。ちなみに貯金はいくら？少しくらいは足しにならないのかよ。無理だな。マッマにいくらか渡そうと思って財布をひっくり返しても1000円もなかった。そもそも Y 自身がお小遣いを10年以上前からもらってない。何歳？37歳。そりゃ親が金のことで揉めるはずやな。ていうか親は年金生活じゃね？そんな時に借金とかヤバそう。ヤバいのかもしれんけど Y はどうしようもないし。まあ、そのうち仲直りするか。今までも普通に生活してきたんだしな。って思っていたら、熟年離婚とか普通にあるんだぞ。マッマとパッパを選べって言われたらイッチはどうするんや？離婚したら、どっちについていくとか子供だろ。イッチは放置に決まってる。マッマだと金がないし、パッパだと関係が悪くなりそうで困る。迷わなくていいよ、離婚イコール捨てられる、だから。それが困るから仲直りしてほしいんやが。じゃあお前が稼げって言ってんだろ。何も解決に繋がることをしないのにごちゃごちゃ言っててくさ。さすが思考力も決断力も行動力もないニート。ここで家族の関係を修復できるような人間ならニートしてないんだよな。マジでそれ？イッチのせいで借金してんじゃねえの？引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。隣の家に15年近く引きこもってるおっさんがいるんだが、このゴミを働かせる方法。俺は高1。隣の家のおっさんはおそらく30半ば。俺が小1くらいの時に成人くらいだった。これ以上放置すると俺の家にまで迷惑かかるわ。30半ばで引きこもりとか怖すぎて玄関から出るとき注意してるわ。解決策あるか？お前が日給1万で雇って恩恵のレベル上げさせる。早く引っ越ししろ。何されるかわからん。お前一度病院で検査してもらった方がいいと思うよ。糖質？余計なお世話すぎる。お前もニートだろ。いや高1だからまだ学校で勉強してる立場だから。引っ越しとけ。そんなのこれからゴロゴロ増えるぞ。怖すぎる。学校行くときや帰るときに細心の注意を払ってるわ。こんなゴミが隣の家におるとは夢にも思っとらんかったわ。お前の未来の姿だよ。Z 世代ならやられる前にやっちまえ。いや怖すぎる。30半ばで15年引きこもりとか何されるかわからんし、刺激したらヤバいし、このゴミおっさんを働かせるにはどうすりゃいいんだ。無理しすぎて潰れたから引きこもった、それだけ。自分のやり方見つけて社会復帰すればよくね。こういうのはおっさん本人がすれ立ててると相場が決まってる。それにこういうおっさんが増えるも何も今の話をしとんだわ。特にゆとり30代半ばのおっさんはバカのゴミが多いで何されるかわからんわ。単発でもいいから簡単な仕事すれば。スーパーの品出しや配送手伝い。2、3年ならまだしも15年引きこもってるのはヤバいだろ。とっくにモンスター化してる。引きこもりニートなんてゴミ同然だからほっとけ。本人がおっさん定期。引きこもりに怯えるとか弱すぎてくさ。弱い奴は勝手に敵を生み出すからな。実は普通って大変なんだぞ。まずは動体検知カメラで生活リズムを把握しよう。高校生なのに日曜の真っ昼間にビップやってるのも大概だけどな。16歳なんだが。16歳がおっさんなの？俺は学業でいっぱいいっぱいなんだが。仕事する暇なし。お前が起業して雇って働かせる。俺が生まれた時から引きこもってんだぜ。考えられんわ。そうやって避けてると逆に被害妄想増大されて丸したくなるからな。普段から優しくしといた方がいいよ。隣の家の高校生が35歳のプロ引きこもりニートに何言っても仕事させるのは無理だから。親に相談してお前が早く一人暮らしさせてもらえ。24時間365日ずっと家におるんだぜ。怖すぎる。どうにかしたい。マジレスするとスレ主の立場からやれることなんて何もないだろ。
気にせず学業に専念してろ。問題が起こっても周りの大人が何とかするわ。お手紙書いてポスティングしとけ。今のところ気候がないなら安心ではないからな。長年引きこもってる人間は精神がまともな状態とは言い難いから何するかわからん。これはスレ主が引きこもりだったパターンかな。社会不適合者だから自宅警備員なんだよ。ほっとけ。鏡の中の自分を見てたのか。あれ、イッチが別スレで初代ストリートファイターの話を書いてるんだが。初代ストリートファイターの話をする高一ね。もしかしてお前の家がそうか。 ID かぶりだよ。口調が違うだろ。口調なんていくらでも変えれるだろ。高一16歳40過ぎ。結局イッチがおっさんなのか。引き続きニート関連のスレを紹介するよ。人生に絶望してる公務員浪人ニートだけど質問ある？何でも答える。ニートたしね。たしねるならたしみたいね。わいやんけ。なんで勉強する気も就活する気もないの？勉強はしてるけど実らない。詳しい定義知らないけど就職するための勉強続けてるならニートって言わなくても良さそうに思える。とりあえず頑張ってくれ。俺も今年全部落ちたから民間行くわ。市役所 B だけ結果待ちだが。市役所 B って昨日やんけ。公務員浪人ってどういう存在なのかわからん。大学受験浪人みたいにカリカリ勉強してんの？科目数が多いから割とゴリゴリやらないときつめ。浪人してまで行くほどの価値はない。ほんこれ。一緒に公務員受けて落ちた友人が就職浪人して翌年民間に就職して給料俺より上。民間に行った方がいい。なんかそんな気がしてくるぞ。公務員になりたいって思いがないなら、今なら民間採用増えてるんだから新卒大切にして民間行った方がいい。それでブラック企業引いた時の保険として公務員使えばいい。いや、ワイ卒1年目やで。コツとかおすすめとかあったら教えてくれ。俺も今年で仕事辞めて公務員の試験受けようと思ってる。とにかく数的処理だけは早めに手をつけた方がいい。そんで毎日やれ。数的は早めにやっとけ。あと受かる方法落ちる勉強法ってやつも、あまりバカにせず見てもいいかもしれない。公務員浪人は1年だけにしとけ。2年もしてるやつは自分を過大評価してることに気づこうとしないやつやで。まだ半年しか経っとらん。何歳？22歳今年23歳。面接と論文対策は何してますか？面接対策は模擬面ガンガンやってる。圧迫面接になると対応できなくてやばい。あと参考書ってどれを買ったらいいの？参考書とかはネットに書いてるやつを参考にすればOK。Y30 歳公募、手取り17万で毎日クソつまらん仕事。民間に行けばよかったと後悔しても公務員からじゃ転職は無理な模様。マジで底辺のゴミ。昇給の上がり幅少なすぎない？小規模自治体？30でそれってどんだけ僻地に住んでるんだ。地域手当なしだとしてももっと行くだろ。普通の面接だと難なく答えられるんだけど定年間近のおじさん面接官に圧迫されると、あうあうする助けて。一郎くらいならゴロゴロいるからあんま気にすんな。受かる気なかったから面接で市長の不適切発言を指摘して謝らせた上に市政批判したのに、なぜか採用されてしまった。クソアロタなんか元気出たわ、ありがとう。俺も公務員だけど国葬以外はよほどのバカじゃなきゃ受かるだろ。数的は数過去でいいのかな。来年から首都公務員だぜ。お、都庁おめ。面接対策きつかった。話し方には自信あったけど内容を詰めるのは苦労した。予備校とか友人とか活用してなんとかしたけど、自己 PR から何を詰められるのかってのがいまいちわからん。多分適性を見たいんだろうけど。都庁3年目の Y に一言。なんだよここ都庁の巣窟かよ。行政に向いてる人間とは。行政に向いてる人間なんていないと思う。正直仕事イコール事務処理で考えればそこら辺の民間とやることなんてさして変わらん。なんか今日圧迫された面接官が行政マンというのはうんたらかんたらって言われたからすごい気にかけたけど、よくよく考えたらそうよね。少し安心した。なんで公務員になりたいんだよ。給与も待遇も民間の方が上だぞ。たまにかなり浪人してニートになるやついるよね。数年ニートしてなるような仕事じゃないし給料でもない。行政の仕事やってみたいんよ。バイトもしてないのか。金は半分引きこもりニートみたいなもんだからそんな金使わん。勉強だけしてても面接で話せないよ。俺も大学卒業してニートで受けたけど面接でダメだったわ。もう10年以上前だが。一応友達と連絡取ったり予備校のスタッフさんとかと話したりしてるから基本的なコミュニケーションはもう満タイなところある。まあニートで公務員試験は危ないわ。勉強しても面接で落ちたら資格も何も残らんからな。俺も10年以上前公務員受けたんすよって会社の人に言ってたりする。資格も何も残ってないが。ある程度見切りつけたら民間行かなきゃなとは思ってる。今は普通に仕事してるん？してるよ。ええー、なぁ。やっぱり襟好みせずに内定もらって働くのがええんかなぁ。今は景気良くて民間受けたら入社できるだろ。俺は老ガキだったが民間入社したぞ。
むしろ今民間入りやすいのにニートしてるのはもったいない。働いて稼ごうぜ。一致は行政職系しか受けないの？公安系は？体力ないから公安系は無理そうだけど、もっと積んだら刑務官とかも考えてみるかもしれない。行政職の技術職員も面白そうだぞ。倍率も低いし。国立大学法人とか国2とか簡単なとこ行けば楽勝で採用されるだろ。国大法人は採用されるまでがクソ大変。浪人してまで公務員になって何がいいのか。だらだら浪人するとニートになるぞ。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。リアルに9年間引きこもりしてるんやが質問あるか？言葉通り9年間外に出たことがない。ご飯どうしてんの？ママが用意してくれる。同じようなおかずのパターンにならんの？ママ料理好きな人？基本作るのは晩だけや。他は適当に菓子パンとか惣菜とか買っといてくれる。部屋の前に置いとくの？それともちゃんとリビング行って食卓で食べるん？今に置いてるのを自室に持って行って食ってるで。家族仲は悪くないから部屋の前にそっと置くみたいなことはない。家庭の空気ピリピリしてるって感じやないんやね。お母さん大丈夫？こないだ整体で注射打ったら気胸になった。意味不明で草。筋力落ちない？たまに腕立てとかはするから上半身は多分ほどほど。下半身の衰えは絶対やばい。歩くだけで微妙に膝に負荷を感じてる。いくつ？29だよ。いつどうやって足し布の？足し見たくないから考えてないわ。髪の毛切ってんの？年一くらいでまっまに切ってもらってる。5年くらい切らなかった時はヒゲもボーボーで朝原みたいになってた。9年間外出たことないわ。嘘。1年に1回は出てるやろ。ないぜ。なんで引きこもってるんや？最初は容姿コンプから始まったけど、引き歴がかさむにつれて自分の社会的立場とかそういうのも含めてもろもろ。一時期南西に数年風呂入ってないガチの引きこもりが写真アップしてたの覚えてるやついる？あいつ生きてるんかな。前に J で7年風呂入ってないやついたな。ワクチン打った？打ってない。家族は打ってる。マッマはあんたより先に多肥ぬんやで。わかっとるか？マッマが多肥んだらどうするつもりや？生子しかないわな。なんかしたいこととか夢とかあるの？したいこととできることじゃちゃうからな。そういう意味じゃやりたいことはないと思う。まあ今後の人生とかもろもろ嫌な感情を捨て去ってダラダラゲームでもしたいわね。20代ほとんどずっとはもったいないな。ほんまそれは思うで。今ニートとか引きこもりのやつおったら、働かんのは別にええけど何かしら10年後に思い出になるようなことはやっとくべきやと思うわ。ええやん。Y30 代やけどそうやって生きたかったわ。Y はほぼ15年引きこもっとるで。俺も口引きこもりだな。無職で外に出るのは買い物と週一のフットサルくらい。一人だけ一緒に遊ぶ友達いるんだ。今はブログとかネット収入で月13から14万くらい。住民税、所得税、国庫税全部払った後、確定申告数年前からやり始めたが税金エグすぎる。収入200万で60万くらい税金持っていかれる。経費もっともりもり持っていいんかな。でも税務調査来たらやばいし。それが引きこもりなんやったら税の8割は引きこもりになるやろ。無職ってコンプがでかい。コンプの塊だと思うわい。高校中退してるし、未だにこれコンプ。その後外見、取って専門に行ったが。20代って人生の黄金時代なのにフルで引きこもってたってなかなかきついな。頑張れや。Y はもともとネクラなのに虚勢張って生きてたキョロ獣みたいな感じやったから、周りは陽気多かったんよね。だからその後の自分との対比が結構苦しかったわ。でも苦しさのピークは25前後やったな。20後半になったらもう消化試合やん経営はって感じになった。Y は無楽やな。羨ましいと思うわ。レス見ててなんとなく思ったけど真面目で几帳面で誠実な人なんやろな。コンプが辛いんやろけど良いとこちゃんと見てくれる人もたくさんおるやで。小さい頃に仲良しだったやつとかいないの？連絡取ってみたら？もうスマホも8から9年くらい持ってないし連絡先を知らん。インスタとかあさればコンタクトは取れるだろうけどそんなんやるのも気持ち悪いしな。3年くらい無職で金ないから外出てないけどそろそろ運動しないとまずい気がする。20代なんてそこまで楽しいものじゃないよ。Y マジで社会で働けないダメ人間だから一生ネットでちまちま稼いでた死ぬまで逃げ切る予定。貯金もそこそこあるからなんとかなってくれって感じ。ダメなら生ぼか。最近一番きついのは脳の劣化をものすごく感じることやね。25くらいまでは全然なんともなかったけど最近はもう昨日の飯も思い出すのがしんどいレベル。さっき思いついたことを忘れるってのが頻発してるわ。文章からは全然そんな風に見えんけどな。記憶と作文はまた別なのはわかるが。まあ長文おじさんというか文面上で自分の意見を書くのが好きな人間やから。いかにも頭悪そう感は文面上は出づらいのかもしれん。実際は頭悪い。なぜか昔の忘れたい記憶はふとしたことで鮮明に思い出すわ。脳の血管や。それな。黒歴史思い出すトリガーが謎すぎてムカつくわ。
鳩飼いたくならないか？かけて溶けて痛いの通り越して無痛になったわ。片側の扁桃腺ずっと不調だし神経やられてるくさい。おっさんになって思うけど9年無駄にするって相当恐ろしいな。ワイなんてニートしてて4月から社会復帰したと思ったら交通事故で片目失明や。おお、きつすぎるわそれ。24歳引きこもりのワイにアドバイスくれ。引きこもってようが働かなかろうがそれはどうでもいいけどさ、自分が30歳になった時にあの頃楽しかったなって思えるようなことはやっておくべきやと思う。ただ時間を浪費して何一つ残らないのは辛いからな。お前は来年も引きこもっとるよ。ワイと一緒や。好きなことを徹底してやるべき。それが仕事や生きがいになったりするで。黒歴史思い出すのわかるわ。何やってても何考えててふとそれらに関連付けられた悪い思い出が湧き上がってくる。鮮明でこそないが常に脳裏に張り付いとる感じしてあかんわ。一致は精神科とか通ってたり発達の診断は受けた？通ってないから知らん。10年以上前に一度だけ行ったことあるけどその時は結構切羽詰まってたからどんな感じだったか覚えてない。長生きするつもりないならがマルジ年金も生ポも関係ないけど貯金ないときついんじゃないか？自分は長生きする気ないわ。めっちゃガチ感あるな、エッチ。まあガチやからな。何が楽しみなん？好きやから社会性のあるものは全て楽しくないのは当然として。今はゲームも楽しくないし、多分久保建英の試合見るのだけが唯一の楽しみやわ。それも久保がここんとこ伸び悩んでて叩かれまくってるから辛いっちゃ辛いしな。元引きこもりで給料明細の空白期間が9年のワイがおるで。無職になって最初の2年くらいは貯金の食いつぶしでそれなりに出てたし、復帰前の1年くらいもリハビリがてら出てたからガチ引き期間は6年くらいやけど。加納姉妹のどっちが好き？ミカ。逆にあの姉の方好きってやつおるんか？風呂はどれくらいの頻度で入ってる？全盛期は1年に1回、ここ数年は週1くらいにはなってる。え、痒くならんの？耐えられるの？1ヶ月以上のレベルになると痒みなくなるで。頭皮触ると思い出したように痒くなるけどそうじゃなければ全然。多分3日4日目くらいが一番痒いと思う。ワイも元3年引きこもりニートやったが、フリーターでもいいから働いていれば今欲しいもの何でも買えるくらい稼げてたって考えると悲しくならない？ワイはそれでバイトから復帰した。29職歴なし。まだまだ余裕やろ。ハロワの職業訓練受けてワイと同じ介護やろうや。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。今回は、家族旅行中に捨てられそうだというニートの一致の話を紹介するよ。ニートY39歳。家族と旅行中だが気を抜いたら捨てられそう。今、家族と旅行してるんやが、めちゃくちゃ緊急事態になってる。なんとなく、親がワイのことを旅行中に捨てようとしてる気がするんだよ。マジできつい。捨てられたら積む。せっかく温泉もある旅館に来たのに夜も怖くて眠れない。諦めて寝れば楽になれるんじゃね？確かに。試しに気を抜いてみろよ。何やってんだか。一致の勘違いってことは？勘違いではないと思う。旅行については、急に親が言い出したことで。たまにはお前も外に出ろって言われて、楽しみについてきた。それが、なんか旅行先についてから親の様子がおかしいんだよな。具体的に何がおかしいんだよ。妄想か、怖いな。例えば旅館に着いた後、荷物を置いて散歩しようってことになった。Y は今回、初めての場所だけど親は結婚前に何度か来てたらしい。で、良い散歩コースがあるってことで一緒に歩いてたんだけどさ、なぜかいつもより早歩きになって、気を抜くと、Y を置いていこうとするんや。あれは絶対に気のせいじゃない。試しに置いていかれたらどうなるかやってみて。何してんだか、本当に。お前が引きこもってるから体力落ちてるだけじゃね。両親は普通に歩いてるだけだよ。マジで違うって。それから一度旅館に戻って、しばらくしてからまた出かけたんだけどさ。今度は買い物に行ってて、Y がぼーっと土産を見てる間にこそこそ逃げようとしてたんだぞ。まあニートを観光地にしてるのは反対。そこって家から結構遠いの？電車で来たから、結構距離がある。もちろん、一文なしだからここから電車で帰る金がない。置き去りにされたらマジで困る。でも両親に、置いていく気？って聞いたわけじゃないし。一致が勝手に思ってるだけかもじゃん。なんでこの状況でそうなるんだよ。間違いなく二人とも愛を置いていこうとしていると思う。間違いなく、ねえ。とはいえ、本当なら面白いからそのまま頑張って続けてくれ。ちなみに、一致って何歳？ワイが39歳で、親はもう定年だよ。あの歳で、なんであんなに早いんだ。マジでワイから逃げようとしてた時に足が速くてビビった。必死だな。それだけ一致から逃げたいんだよ。察し。まあでも確かに旅行はニートをしてるのにはいいよな。もしかして、散々逃げるふりをして、最終、一致が疲れたところで本気出すんじゃね？マジか、きついな。日中、ずっと気を抜けないのに夜も寝れないとか消耗しすぎる。
これがずっと続いたら、ぼーっとしてる隙に逃げられそう。いっそ捨てられた方が楽になれるんじゃね？確かに、もう捨てられたら気を抜き放題だもんな。何かのドラマか映画かよ。リッチたち以外から見たら、怪しい動きをする不審者家族じゃね？くさ。そういえば確かに途中で変な視線を感じた。良い年した家族でスパイごっこみたいに思われてるんかな。楽しそうじゃん。仲が良さそうな家族だな。せっかくの旅行だし、もっと親の遊びに付き合ってやれよ。遊びならいいんだけど、マジでワイの今後の生活がかかってるからな。追い出されたら終わる。追い出されたら、じゃなくて捨てられたら、じゃね。もう旅行についてきた段階で一致の負けは決まってる気もしてる。正解。なんで旅行に行ったら捨てられるって思わなかったの？正直、逆パターンが多かったんだよ。ワイだけ留守番で、親だけ、旅行に行ってくるって置いていかれるパターンが多かった。もしかして、帰らないんじゃないかって気が気じゃなかったけど今までは帰ってきたんだよな。それで今回も置いてきぼりかと思ったら誘われて、喜んでついてきたらこれ。親もなかなか賢いな。もしかして今まで捨てる場所の下見をしてたんじゃね？それだ。さすがにそれはないと思いたい。でもマジでそうかもしれん。え、そんな場所行く？ってよくわからん通りを抜けて行ったりするんだよ。追いかけるのも大変や。親に GPS でもつけるしかないな。本当にそうしたいけど、金がない。っていうかもう、置いていかないでください。って頼めば？勘違いだったら、めちゃくちゃ恥ずかしいな。勘違いじゃない。今、これ書いてる時も親の様子が気になってしょうがない。もうそろそろ潮時だろ。親を楽にしてやってくれ。じゃあワイに、消えろってことか。その年で親に寄生してるのがおかしいんだよ。そろそろ寿命だ、だろ？もうちょいだけニート生活を送りたい。ダメなのか？ダメかどうかは、あと数日内で答えが出ると思うよ。一気の親の手伝いがしたい。両親逃げてー。ほんと、巻かれたら泣くわ。楽しい旅行とかなかったんや。普通の家族旅行がしたい。普通ってなんだろうな。お前が一番普通じゃないんだよ。それな。親が移動するっぽいから抜ける。さっさと諦めろ。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。40代ニートの Y、普通に働いていたら月30万くらいの収入があったんだよなと思うと泣けてくる。母ちゃんからたま2000円ぐらいもらう生活を20年ぐらい続けてきたけど、俺の人生何にもない。これからも何にもない。何なんだ俺の人生って。40代ならまだ働けるだろ。今からでも何でもいいから働け。毎月30稼いでも手取りは23万円。ならないし万が一なっても10万以上税金年金だので持ってかれるよ。ニートできるなら勝ち組。社畜からすっと羨ましいわ。派遣バイトにでも登録すりゃいいじゃん。今よかちったら楽になるよ、ニート。俺が登録してる派遣バイトは面接とかもないし派遣先の工場行くとベトナム人とかじいさんばあさんとか、いろんな人いるからニートも浮かないぞ。先の見えない地獄のようなニート生活から早く抜け出せ。働いていた方が精神的に楽だ。ニートに30万ももらえる仕事が務まるはずがない。コンビニで働きなよ。毎日働いて30万なら働かずナマコ8万の方が幸せだと思う。株とかやってコツコツ増やせ。どうせ家で暇してるなら。深夜コンビニ楽だぞ。廃棄も食えて車保、厚生年金加入できて週5、7時間15分で手取り16万だ。今から厚生入ってももらえるのかね？俺は30の時にニートから抜けたな。デリの現場に行きたくなってそれには金がいるからバイトを始めてそこから正社員に採用された。働かないで20年も過ごせるとか幸せな人生だな。俺もさっさとリタイアしたい。ネタだよな。どこをどう考えたら月30も稼げんだ？働いてまで欲しくない。残業なしで手取り20万切る仕事と残業ありで手取り22万くらいなら多くの人間は後者を選ぶんだけど俺は前者を勧める。警備清掃介護あたりだったら仕事あるだろ。えり好みしてないで働け。独身なら20もあれば合流だろ。20万で実家なら合流まではいかないが余裕ありすぎるぞ。20年ぐうたらして暮らせてるならいい人生じゃん。アラフィフまでまともに働いたことがないおっさんだとたとえ採用されたとしてもぬるい警備員のバイトすら続かなそう。ゴミ収集車おすすめ。俺も48で似たような境遇だけどなんかもったいないな。最初の一歩踏み出すのが怖いのはわかるけどね。何が泣けるだよ散々楽しといて泣きたいのは親だろ。ニート生活は惨めだよな。俺も25歳から35歳の10年間引きこもりしてたからわかるよ。今はバイト始めて2年目だ。バイトだから厚生年金、健康保険なしで日給1万円の土日休みだけど。社会生活を送ってないと面接で緊張して気持ち悪い話し方になる。むしろ何もしていないのに不労所得で毎月30万以上稼いでるやつがゴロゴロいると思うと虚しくなるだろ。
人と話せなくても身なりを清潔にしたら少しは自信になるし、一気に仕事するんじゃなくて月に 1.3 万くらい稼げる時間でやれば続けられると思う。個人的には取っかかりとして新聞配達が社会復帰の入り口におすすめなんだよな。歩き回って気分爽快になるし、早起きの生活リズムが身について働きやすくなる。暇すぎて政治や世界情勢について左翼気質になる。まずは新聞配達でリハビリしたら、内職すれば少しは家の助けになんだろ。母親からたまに1000円の小遣いをもらうとか、そんな40代がいるわけがないだろ。ネタだろ。働けば1000円の小遣いなんて底辺でも1時間で稼げるんだぞ。日数少ない派遣でいいから働いてみろ。一歩踏み出す勇気がないだけだ。頑張れ。働いている100万よりもらった10万に価値がある人いるもんな。金よりもしっかり働いてたら今頃中学生くらいの子供いたかもしれないな。とりあえず派遣の登録会に行って登録だけしてこい。メールで仕事の依頼来るからやれそうなら返事出すだけ。毎日駅前でネットカフェの看板を持って立ってる男がいる。あれならできるんじゃないか。20年働いて鬱になって40過ぎてから2年ニートしてたけど上場企業に就職できたよ。そんなもんよ。配送トラックの横に座って中金取られないように見張りのバイト、あれやりたい。性格悪いうんちゃんに八つ当たりされそう。今募集してるニートのリハビリに最適なのはお歳暮のバイト。体を動かすんじゃなくて手書きの注文表に間違いがないか目視でチェックはパソコンで入力する。大手百貨店のも大量募集して面接もなしで60超えたジジイもたくさんいたし、ほぼ受かるから行ってみ。無職で生きてるなら10万円稼ぐだけでもやれること増えるぞ。いざ働いて収入を得ても買うのはコア i7 のタワー PC とか有機 EL テレビとかプリキュアのフィギュアとかしょうもないもんばかり。ニートには月給10万の施設警備のバイトすら務まらないと思うよ。たまに1000円もらうだけでどうやって20年も生きてこれたんだ。逆にすごいよお前さん。施設警備をバイトにやらせてるようなとこは超絶ブラック警備会社。俺も長年ニートだったが今は外資系企業の在宅正社員で定時で完全終了だし、終わればすぐベッドで寝れるし楽しいぞ。元ニートでもできるそういう仕事もある。有能ニートもいるんだね。高学歴なんだろうな。一発逆転 YouTuber になれよ。大都市の高層ビルや大型商業施設の警備なら若い人に正社員としてやらせるけど、公共施設や老人ホームとかはパートのジジイしかいないよ。40代まで働き続けてた同年代は毎月30万どころじゃなくもらってるし、その年齢から働き始めて毎月30万は無理だし、どっちにしろ数字がおかしいな。心が優しすぎて文系職場で仕事してるふりしてる給料泥棒と言われることができないんだと思う。時間給じゃないんだからやることやってれば仕事してるふりなんぞしなくてもいいぞ。工場の日雇いバイトでいいから働いてみなよ。1週間働けたら自信つくよ。アイリンの日雇いでワンチャンあるかどうかやな。工場で機械オペレーター十数年でも職歴にならんのかな、派遣だと。そう思うなら働きゃいいんだよ。バイトでもなんでも自分で稼いで食う飯はうまいよ。そやニートのやつが働き出してもすぐに30万はもらえないけど、普通に就職して働き続けてるやつは40代になれば30万くらいもらえる。いい会社に勤めてんだな。好きな時間に寝て好きな時間に起きるってすごい贅沢やで。フルタイムはめっちゃ長いしきついぞ。そんなん思うなら短時間のバイトしたらいいねん。4時間なら我慢できるだろし。俺今41で手取り30ちょいだけど、ここまで来るのに結構苦労したし、うちの会社じゃ出世早い方の扱いだぞ。手取り30を甘く見るな。上には上がいるって話はなしでお願いします。おいら人生でニート期間1秒もないけど、やることなくてそっちの方が辛くないかと思う。どんな状況であれ自分がそれで良いのならそれで良いけど、不満を感じているのならなんとかすべきだよ。一生一人なら間に合うよ。単発派遣ならなんぼでも働けるさ。履歴書とか面接いるのなんかしなくていい。働きたくないなら生ポもあるし。10代で受験勉強、20代で仕事を当たり前にしてたから現在楽な仕事で給料がいいだけなのに、当時遊んでた奴らからマウントとか言われるのは理不尽だわ。大型取ってパートのドライバーとして雇ってくれるところを探す。3年くらい勤めてから長距離のトラックドライバーに転職。月収30万円に届く唯一の道かと。もうすぐ39歳。約10年ぐらいニートやってたが、2ヶ月ほど前から派遣で働き始めた。ニートになる前は何回か転職しつつも一応正社員やってたが、急に何もしたくなくなって最近急に働きたくなったから働き始めた。老後のことは一切考えてない。派遣なんて心がすさんでいくだけだよ。ニートよりはいいだろうけど。先月の給料も受け入れ場で溶けた。40代なら親もリタイア世代だけど、今ちょうどそれぐらいの年代の無職の就活に補助金出るとかニュースやってなかった？雇う方も就活側も条件良いタイミングなんじゃね。よく知らんけど、どっかで立ち直るきっかけとかなかったのか。
子供部屋おじさんとかいう最強ワード考えたやつすごいよな。無職を人に堂々と名乗れない時点で負けなんだよ。結局これなんだよな。犠牲がいいのはネットだけ。実際働かないと生きていけないから、働いてるだけで、働かなくても生活できるなら週3のバイト程度で、あと趣味に時間使いたいわ。大企業の社内ニートだがめちゃくちゃ辛いぞ。朝晩挨拶しても誰からも挨拶されない。若手がどんどん出世していき、新人にも半年でバカにされる。仕事もほぼなく、ネットか読書書きが狂うような雑用。定時上がりで出張や残業はしたくてもできない。椅子に座ってることを強制される。唯一のメリットは月50円もらえるから、多品高をして会社通ってるだけ。地獄だろうなそれ。まだ家でニートしてる方が精神的には楽だろうな。ネットしててもいいなら楽じゃん。楽なわけないだろ。ネット環境あると言ってもログ取られてるから、変なサイト見てるとそれを口実にクビにされる。スキルアップや転職サイトならかろうじて見逃してくれてる。今は仕事で稼いでるけど、もし無職なら今から転売で月30は稼ぐ自信がある。毎日働いて手取り16万なんやけど、ヒラリーマンじゃ手取り20万台だろ。クソ改革されてまともな給料支払わんよ。だから無職が増えてるんだし、それなりに働けば15万は稼げるよ。力仕事でも何でもできるようにと筋トレやったら、有名 YouTuber クラスまでベンチプレス上がるようになったけど、仕事が見つからない。コンビニの店員でもやればいいだろ。何仕事選んでんだよ、金稼げ。体使いたいならどかたすればええやん。ジム数年通って力仕事やってたけど、あまりおすすめしない。まずどこの会社でも体格見て即戦力と見られて、きつい仕事に回されることばかり。仕事やってけばその仕事用の筋肉と持久力ついていくから、あくまでもジムでは1日動ける体力とそれなりの筋肉がついてるぐらいでいい。必要以上の筋力があるならもう土産屋行って石膏ボード6枚やら8枚持って歩いた方がいい。80から100キロ程度のものを運ぶのさ、それは筋力がいる。ニートが30万を妄想してもな。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。7年歯磨いてない引きこもりニートだけど、歯が痛くなってきた。終わった。そもそも歯あんのかよ。あるよ。話にならないって？なんで歯磨きとフロスやらんの？外に出ないから。歯何本残ってる？永久歯1本も抜けてないと思う。虫歯ならないってやつたまにいるけど、そういうやつでも歯槽膿漏はなるんだよ。今なんとかしとかないと将来歯ないぞ。風呂は？入ってないが。甘いものあんまり食わないだろ。甘いもの好きで、読み食うやつはすぐ虫歯になる。食べるよ。引きこもりだろうがニートだろうが気にしないから、さっさと来いよ。抜歯はともかく、コンチだのホテツだの面倒いんだよ。歯科医ですか？だ。家でないんだから別に歯痛くてもよくね。嫌です。よく今まで持ったな。意外と歯って丈夫だよな。歯がめちゃくちゃ臭そう。引き続きニート関連のスレを紹介するよ。僕金欠ニート、スーパーの試食巡りを終え帰宅したので成果報告する。ブリの刺身10切れ、カレーパン6切れ、ヨモギアンパン5切れ、セロリの浅漬け2切れ、オレンジ2切れ、デコポン1切れ、お茶イートインコーナー1杯、4店舗でこんな感じ。一旦出てもう1回入るなどの、工夫をすると怪しまれにくいからおすすめ。刺身はやっぱうまいね。プライドってものがないのかね。ある意味その薄汚さは武器になるよ。なかなかやるなぁ。4店舗回る時間コンビニでバイトでもすれば、腹いっぱいの回転寿司くらい食えるだろ。そのうちデキン食らうな。まあデキン食らうような頻度で行くつもりは全くない。普段からお世話になってるスーパーなんでね。どうせニートにプライドあったら笑うんだろ。2日何も食べてなかったから、さすがに行動に出ただけさ。素人が誰の指導もなく3日以上断食するのは危険と聞くし。紳士の気遣いがないから減点。この時期ならコートの脱着でお色直しは常識だろ。今日は戦ったもんな。上着脱げば刺身20とかいけたかもしれん。実家帰省型ニートか？いや、一時的に一人暮らしの特殊型。実家暮らしなら食には困らないだろうな。俺もさっきマグロ試食してきたわ。いいね。美味しんぼかよ。気に入ったら買ってくださいね。やめてくれよ。俺は人が配ってるタイプの試食はしない。僕も一人暮らし型ニート。どうしよう。お前みたいな困るがベタベタ触るから試食なんて絶対無理。汚すぎる。爪楊枝で食う刺身でもか。まあ俺の分が減らないで済むからいいけど。学歴は？大学中退。5歳の時ウインナー試食しすぎて、ウインナー焼いてるおばさんに怒られてから食べる気がしない。まだ全然働けるじゃねえか。働く意思というほどではないが、労働の対価に給料はもらいたいなとは思う。別に就活とかしてるわけではないので、無職というよりニートだよな。人の目なんて気にすんなや。あんなのは他品までの暇つぶしの邪魔になるだけの意識だからな。良いこと言うな。自分のやりたいことに自信持てないのは弱い証拠だしな。よくわからんが、ニートは勝手に親の財布から金を抜き取るんじゃなかったっけ？常時金欠は当たり前だろ。働いてないんだから。一
一人暮らしには金を抜き取る親さえ近くにいないわけだが、そもそも抜き取らないし。次から茶碗にご飯持っていけよ。そこまではしないよ。食べれなくなっても困るし。主食の意味が分かってなさそう。夕飯じゃなくて、主食だからな。分かってはいるけど3日断食はきついし、もちろん食うものがあればこんなことはやらない。ホームレス向けの炊き出しに行くとかなんか自分で対策考えろよ。雑草があるだろ。なんで好きなものを選んで食ってんだよ。炊き出しか。そういうのに行くのは難しい。まあ同じ店には頻繁に行かないようにしてるし。そういう問題じゃないだろ。一度でもニートとかホームレスっぽいやつが試食コーナーにいたら二度と行かない。もちろん試食したやつらが全員買うわけじゃないけどな。昔は知らんけど最近は試食コーナーに来るやつって困るしかいないイメージがある。ああ、昔よりその傾向が強いな。しかも買う気がなさそうなやつばっかり。わいは、コーナーのおばさんに声かけられて断れずにしょうがなく、やぞ。そのパターンもあるか。ニートで一人暮らし、よくそんなことできるな。金がすぐつきそう。だから食べるものがなくて試食なわけで。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。今回はマッマにドッキリを仕掛けて追い出されてしまったというニートのエッチの話を紹介するよ。ニートは40歳。マッマにドッキリしたらブチギレて追い出されたんやが、最近やることがなさすぎて暇だったからマッマにドッキリを仕掛けたら出ていけって言われた。マッマも最近ずっと家にいるし良い刺激になると思ったんだけどな。どうしてそうなった？刺激？ねえよ。何したの？ポケットにクラッカーを隠し持って、いきなり鳴らしたらドン引きされた。腰抜かしかけてて最初は呆然って感じ。で、すぐに立ち直ってキレてきた。悪いと思ってなさそうなのがヤバい。ガマルジだな。そもそも、クラッカーで驚かせるのはドッキリじゃなくてびっくりじゃね？言えてる。それはどっちでもいいだろ。お互い、家にいて暇だし、いつ息子にクラッカーされるかわからないってなったら、良い刺激になると思ったんだけどな。小学生の遊びじゃあるまいし。何が刺激になって、どう楽しいのかさっぱり。怒られないと思うのがひどい。残党。何歳？40歳。その年齢まで家に置いてもらってんのに恩を仇で返すから悪い。早く出てけよ。それとも、もう外？出ていけって言われたけど、持ち物の整理があるってごまかした。でも、夜までに出ていかないとダメだって言われてる。どうせ追い出しが決まってるのならもう一度クラッカーで追い出すのはどうだろうか。さ。さすがにそれはまずいだろ。そもそもクラッカーはどこで仕入れてきたんだよ。昨日、ずっとダラダラしてたらマッマに、掃除の手伝いをしなさいって言われてさ、あちこち掃除してたらたまたま何個か発掘した。前に何かで使った後、片付けたままになってたんだと思う。なるほどな。っておかしいだろ、普通は使わないんだよ。マッマ、結構な年齢だろ。驚いて心臓が止まったらどうすんだよ。いつも全力でキレてくるマッマがそこまで弱いわけない。なんなら怒るとパッパよりもずっと怖いぞ。自分で怖いって言っておいて、怒らせたの笑える。あ、確かに。いやでも、マッマが怒るとは思ってなかったしな。何よこれ、くらいの反応だと思った。イッチ、それはイッチが幼稚園児や小学生で成り立つことだぞ。頭が小学生のままなんかな。小学生ってのは言い過ぎやろ。でも中高くらいで趣味もあんまり変わってないし基本、そのままな気もする。中身が中高生のままの40歳って怖い。ニートって中身もだけど、たまに外見も幼く見えるよな。なんていうか、顔がアンバランスだったりな。それでニートってわかるってのはある？仕事してて無職になったやつと根っからのニートはなんか雰囲気も違うわ。そうか。それより、今から数時間内でマッマに許されたいんだが。無理だろ。そんなに焦ってるならせや、すれ立てじゃなくて謝ってこい。めちゃくちゃ怒鳴られて萎縮してそれどころじゃなかった。とにかく、準備があるからって部屋に逃げてきて後ろから、夜までよ、ってマッマが切れてた。マッマ、怖え。そうやって逃げたから余計に積んだ状態になったんじゃないのか。もう一度謝る、ダメなら潔く出ていく。出ていくのはもう前提ってことで、金くれって交渉するのは？家を追い出される時の相場がわからん。10万くらいもらってねカフェ生活なら、しばらくニートできるかな。その後、もう金がないって家に帰りたいんだが。そう甘くねえよ。40代だろ。一回外に出されたら、片道切符だと思った方が良さそう。マジか、きついな。そうなると、ますます家を出たくないんだが。じゃあクラッカーしなきゃよかっただろ、と。もうさ、やらかしたことは取り返しがつかないんだよ。そういう年齢だぞ。パッパに相談は？マッマがあれだけ怒ってると、パッパに何か言っても無駄だと思う。普段から、怒ることはあったけど、あそこまでのブチギレは久しぶりに見たわ。じゃあ諦めて、どうぞ。家に残ることより、外で生き残ることを考えたら？今、思いつくのはネカフェくらい。追い出されるなら、もらえるだけ金をもらってしばらくネカフェに滞在したい。ネカフェに行っても最近、カレーとかない店ない？
前よりサービス減ったところは多いよな。そうなんか、寝カフェに入れば、とりあえず寝る場所と食べ物は確保できると思ってるんだが。せっかく寝カフェに行くならそこで仕事を探せよ。マジレスすると、住職定はやばいから、就活するって家に残った方がいい。確かに働く気になれば家に残れる可能性はあるな。仕事か。それが嫌で、今まで逃げ続けてるしな。じゃあ寝カフェ難民になるしかないな。ナマポは難しいんだよな。すぐナマポってのはどうかと思うぞ。寝カフェから申請できるっけ？あと、実家があったら厳しいと思う。そこまで楽じゃねえよ。はぁ、あ、謝って許してもらえんかな。そのまま、追い出されろよ。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。ニートだけど人生が虚無すぎて将来が不安や。ワイは10年後どうしてるんやろうか。毎度のことやがニートのザレ事ってほんまひどいよな。働けば？働きたくないからニートしてるんや。働かなくてもいいから自分でお金稼ごう。10年後も同じこと言っとるで。大卒なら2年後には働いてそう。親は先にたひぬ模様。がまるじ認定もらってないからナマポすら受けられんやろな。来世はうまくいくとええな。これからどんどん置いていくんやろな。その度に惨めになる。1日に3時間勉強して資格取ろうや。10年後なんて待たずに取れるやろ。それが人生や。たまーに自分の人生を俯瞰して憂鬱になる。働いてすらいない分際で、世間から愛情をもらえると期待してるのが勘違い。働きたくないと言い出した時点で、世間からの好意的反応は諦めろ。Y の人生はどこまでも孤独で終わるんやろな。なら家出てみたら？金があればいけるでしょ。働く意志も金もない愛もなければ気力もない。そんなのいいから一人暮らし。それで解決するよ。なんで？不安に正面から向き合うことができるから。孤独の前に解決する方法さ。一人暮らしするための金は？ニート出し親が出すでしょ。出すわけねえだろがマルジ。なら働かないでいいから家から出ればいいんだよ。ホームレスでいいじゃん、全然あり。メリットは？将来の不安は解決するよ。え？ニートは甘えてるんじゃなくて、育成不全。ならそれを補う環境に身を置けば勝手に成長するさ。ホームレスはその方法の一つ。虚無感は苦痛を排除した余り物やぞ。そっちのがマシだから虚無を選んだんや、エッチは。お前ら学生や社会人は人のぬくもりに触れながら一生を終えると思うか？ワイは孤独確定や。エッチ何歳？今28歳。なるほど。10年後？今と変わらないのでは？いつか働く人よりもニートの人の方が多くなって日本の人口を占めるんちゃうか。趣味とかないんか？小説と動画くらいやね。エベレストにでも登ってみろ。東証で指欠損したらナマポいけるかも。ワイはニート1ヶ月目やけど、楽しく過ごしてるわ。ええやんニート。働いても働かなくてもワイは孤独に人のぬくもりを知らずにこの世を去るんやろな。なんかもうダメなんだろうな。実際10年後はエッチに限らず無能にまともな定職はないのはほぼ確実なんよな。みんな不安やから安心しろ。とりあえず3日だけでもホームレスしてみればいいんじゃない？社会には働きながらは異常に苦しんでる奴らがおるんやろな。ワイはそれにならなくて感謝するだけやな。今焦ってホームレスにならなくても親がいなくなれば自然とそうなるよ。今やれば体力あるし余裕あるよ。今がチャンス。孤独達して不乱達したいとか嫌すぎる。言うほど多品だ後の扱いとか気になるか？普段は何とも思わないんだけど、老人の特集とかをテレビで見ると心にポカンと穴が開く。そもそも、心に足りてない成長があるんだよ。伸びしろだね。ニートでも人生楽しまんともったいないで。楽しんでるんだけどたまーにこういう期間が来るわ。ワイはニートやけど、親友3人と共同生活や。月4万くらいで住めてるから一気の友人とか頼ってみたら？虚無感焦燥感が増して最後には自丸するんやろなとワイは思ってるで。その前にホームレスやってみればいいのに。まあ気持ちはわからんでもないけどワイはそんな度胸ないわ。普通に生き続けると思う。ワイもニートやが週一のお出かけ楽しんでる。人と関わるの怖くて働けない。趣味とか楽しみは？釣りと料理やな。あとはたまに友達とするゲーム。段ボール集めて家作ろうぜ。寒さをしのぐ服を用意しようぜ。食べ物を恵んでもらいに行こうぜ。ニートでも虚無感を感じるんだな。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。36歳実家暮らしニートだけど人生が虚無すぎる。友達も一人もいない。空っぽの人生？うん。趣味もないしね。まあわかってると思うけどこの先何もないよ。これまで何もなかったからこの先も何もないだろうな。ナマポもらえばケースワーカーと仲良くできるだろ。実家で親の老後の世話しないといけない。辛いよな俺も同じだよ。これはわかるな。36歳で無職ってどうやったらなれるの？リーマンショックの最初の世代で就職できなくて、タコ部屋みたいなとこで非正規の肉体労働をずっとやってきたけど体壊して実家に帰った。肉体労働って結構すぐにやられるもんだけどしばらくやれたのはガチですげえわ。
とりあえずお疲れ様とは言っておく。運動経験ないようなやつは数週間で働けなくなってたな。俺も慣れてきてはいたけど、ほとんど体休める時間もなかったから30過ぎるとガタが来たわ。ありがとう。周りの友達だったやつみんな結婚しちゃった。貯金も溜まってるし、俺だけ何もない。過去に友達はいた？さすがに学生時代は部活もやってたし友達は多い方だった。そうだったのか。俺は小学生からただの一人も友達いなかったよ。それはどうなんだろうな。いたことない方がいた時の楽しさを知らなくて済むからいいのか、それとも違うのか、悩ましいね。普通に地獄だったよ。周りはみんな友達がいるのに、僕にはいない。周りはみんな人付き合いで楽しくやって成長しているのに、僕だけはない。周りは部活で体力をつけて、あるいは芸術に打ち込んで、みんな魅力的に強くなっていっているのに、僕だけは何もない。あるのは学習机とうさんくさい教材だけ。思い返せば、あの時からうつ病だったな。そうか、俺も顔がキモいから入学して最初はぼっちだったんだけど、部活に打ち込んでる間に友達増えたのを思い出した。1年近くかかったな。ほんと全く同じような状況だな。俺のドッペルゲンガーか？俺は小学時代からの幼馴染が3人くらいいたけどもう連絡取ってない。なんかただ終わっていくだけって感じで虚しいわ。人生には3つの要素があります。自然を稼ぐ仕事、遊びを楽しむ友人、家庭を築く恋愛です。この3つを大切にしましょう。って、嫌われる勇気で読んで感銘を受けたんだけど、そして周りを見てもこれは真だったんだけど、それ読んだのが27で、すでに手遅れだったため、おしまいでしたね。簡単に自己啓発本に左右されない方がいいよ。でもさ真実じゃんね。社会に生きている幸せな人間はみんなこれを持っている。仕事があり、友達がいて、家庭がある。ってことはこれらは全て最重要なものなんだなって、現実からも学べたよね。それは他人の主張を気にしすぎではないかな。過酷な仕事しない方がいい、悪い友達はいない方がいい、すさんだ家庭はない方がいい、という考え方もあるのでは？悪い〇〇はない方がいい、それはそうだよ。正しい、それで？悪い〇〇がなかった分だけ、せめてもの幸せを感じる。ということもあり得る話では？何もかもを、持つことに脅迫観念を感じない方が良い。同い年の服だけど顔が良ければ嫁に養ってもらえるぞ。顔が良ければ多分こんなに苦労してないと思う。多分君よりスペック低いよ。専門卒で20からいろんな仕事して結婚する前は正社員してたけど前後5年くらいで、あとは紐。顔も普通だと思う。マメな性格で家事全般好きだから羨ましいよ。なんかかわいそうやな。ワイも元父親が顔が良かったから外に出れた。希望があったからや。顔がブサイクだと出る機会ないわな。人間は不平等やし、ワイはお前を甘えとか思わんで。ワイも23でもう人生諦めてニートだけど、その年齢まで生きてられる自信がない。なんかかわいそう。引き続きニート関連のスレを紹介するよ。ニートやがマッマのパマルツを20代女性のものとしてフリマアプリ売却してたのがバレた結果、売上金全額没収、家を出ていくか罰金50万円を夏までに支払うかを迫られてる模様。これってもうゲームオーバーか。パンケ売って罰金払え。マッマのスペックは今年55歳、感染症の前までスナックを経営してた。マッマ綺麗やったからつい。ってよいしょすれば余裕余裕。情けないな。一番の被害者購入したやつで草。大草原。Y の家はパッパが出て行って、 Y と姉とマッマの3人暮らしなんや。マッマはパッパと別れてからスナックで働くようになって、 Y が学生時代に自分のお店を持った。若い頃は華やかな仕事をしていた。姉も大学生時代はマッマのスナックでバイトさせてもらってたな。なんで怒られなあかんねん。普通にキモいやろ。下着のセレクトでバレるやろ。ババ臭いパンツやなあって。マッマがお店で履いてたものとかはあんまりババ臭くないで。染み付きは無理やから洗濯済み出品やな。姉の下着売って50万作ろう。ちなみにワイは今年で30代のニートをやってる。大学を卒業した後に無能上司のせいで精神を病んで退職に追い込まれたんや。その後ネトゲや掲示板に書きはまりして、前は短期やってたけどニートやってる。Y がマッマの下着に手を出せたのは、今マッマもパートに出てて姉と二人で家庭を支えてるんや。で Y がゴロゴロしてたらマッマに、家のことをやれゴミ野郎って言われ泣きながら家事してた。でもその家事には家の不要品の整理とかも含まれてて、そこでマッマや姉の下着に触ることも多くなった。ちなみに姉の下着、マッマの履かなくなった下着を整理して売却したんや。極悪人エッチ。マッマと姉の下着の売却総額は5万円ちょいやで、コツとしては女子大製品とか書いてたら結構売れたんや。仕事が忙しいから結構女物の服が溜まってくるんやね。水商売の下着は多分キャバ嬢が売ってるんやと勘違いしてたんちゃうかな。発覚したのは、Y が発送作業をしてる時に帰ってこないはずのマッマが帰ってきたんや。
ちょうどマッマが昔履いてたのを梱包してて背後からいきなり殴られた。あんた私の下着で何してるの？不用品の整理です。なんで宅配便の箱もあるの？そこから質問攻めでワイは全てを白状した。その間にワイはマッマから棒で殴られたんやぞ。お前らどう思うよ？これも SDGs ちゃうんか？不用品の整理です。クソ冷静で草。実際はもう少し鋸ってた。で目を見たマッマに殴られたんや。ちなみに姉のは JC のまで残ってたから残らず売却した。姉の売却分はバレてないはず。姉にはマッマから話が行くと思う。ちなみに没収された売上金5万円は2024年の総額で、貯金通帳を没収されただけだから一応まだ口座にはある。その後マッマからいつからやってた？聞かれて今年に入って金がなく思いつきで始めたって白状した。 Y は家の金目のものを急いで屋根裏に隠した。本来なら20万ほど貯めてゲーミング買おう思ってたのに鎮痛な思いや。シルクの錬金術師や。マッマに売上履歴を印刷して提出しろって言われて、 Y は2023年以前のを隠蔽して2024年分だけ提出した。客数10点あったからマッマもそっちの数で騙されてる。しかしマッマは自分の記憶からそれらの新品購入価格で総額を計算したんやぞ。これって合法なんか？ Y は下着売り上げで購入した PS5 とか全て隠して、スマホも新しいのから SIM 抜いて慌てて古いのに差し直したんやぞ。それでも夏までに50万できないなら出て行ってもらうって言われてる。ちなみに2023年度の売上金を差し引いても大きな赤字や。夏までに50万もの大金を貯められる仕事にニートがつけるわけないし、これってやっぱゲームオーバーか？出て行ってほしいが、50万くれるならまあ我慢できるわって感じなんちゃう？ Y の家は服で部屋が一つ潰れてる状態なんや。なんか着なくなったものを昔から洗濯したらどんどん段ボールに入れて保管してた。 Y の服もあるけどマッマから火事を言われた時に整理して捨ててた。それが煙幕になって最近まで発覚せんかったんや。マッマが30代だったら背後から刺してたって言われたわ。Y が泣きながら土下座しても50万円の減額が不可能やったけど、私物売却とバイトしかないんかな？一致、不要品だから下着を整理するわ。マッマ、じゃあ私も不要なニート整理するわ。姉のお古下着は JC のから売ってた。こっちはオークション形式で出品してたんや。割と売れた。こっちのは過去の整理品として売却してたんや。制服はまずいと思った。でも他にも色々と売れることに Y はにんまりやったんや。Y が一生懸命泣きながら家事覚えたんやぞ。主婦にも対価が必要なんやし、 Y にもこの程度の対価あってもええよな。考えてみたらマッマや姉の顔さらして下着を売ってたんちゃうで。整理品として売ってただけやん。マッマが忙しいから放置した衣類を Y が片付けているだけやん。でもこんなこと言ったら多分物で殴られてしまう。女の人って下着の処分にそんなに必死なんか？執着強すぎちゃうんか？そのくせ箱にしまったら忘れるくせにな。大学生の姉をスナックで働かせるマッマもどうよ。執着動向じゃなくて、誰かわからない奴に買われるのが嫌なんだろ。条文書いてるけど、立地が悪いに決まってるじゃん。マッマと姉が可愛いなら羨ま。もうそこそこの年齢だけどな。それにしても期限も早すぎるし50万も返せる気がしない。かといって、追い出されて生きていける気もしない。気持ち悪い奴だな。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。残りの人生努力なしでストレスフリーで生きたいんやが、働かず、なんかあなる？他人の干渉が一切ない暮らしならどんなに質低くてもいい。最低限の食事と環境は欲しい。山買ってサバイバル生活。河川敷に紙でできたマイホームを混入する。QOL はどれだけ低くてもいいんやけどな。マルコが食えればなんとかなりそう。食事か結構問題なんだよな。まあ生きていくだけならできるやろ。知らんけど。どのくらいを努力と呼ぶかによるな。宅配弁当でどうや。人が運んでくるからアウトやん。なんで何するにしても他人に頼らなきゃならんのかな。人間がそういう生物だから。というか生きるってこと自体が結構なエネルギー消費してるんよ。はあ、肉とか草だけで生きていける動物が羨ましいわ。一人で生きられないって社会システムとして欠陥やろ。社会って時点で他人の存在があるので、社会から外れるところからでは。その代わり自分のことは自分で全部やらないといけないけど。せやな。言いたいことは社会から外れたいってこと。ならアスペでも ADHD でも診断受けて生ポもらってダラダラ生きていけばええやんけ。ええな。どこまで許されるかはわからんけど。小丸社認定受ける。生ポ受ける。グループホームで暮らす。知的とか体やなかったら更新必要やが、これが一番楽やろ。それでも他人の存在はなくせないがな。まあファイア目指して働くしかないんちゃう。もちろん今は働いてるんだよな。大学生、もう就活する気力はもちろん残り、単位取る気力もないからな。
このままの垂れた品でもいいって一回思うとおしまい。どんなにしつくってよい。なら過疎地に一人で住んで自給自足すればええやん。まあ狩猟採集の時代は結構みんなのんびりしてたっていうし、不自然にケツ叩かれ続けるなど進化しちゃった説あるよね。文明の発展で得したことなんか病気しなくなったぐらいやと思うわ。ど田舎のただ同然の土地を買うか借りて自給自足。人の少ない田舎に行けば行くほど人間関係は濃くなってしまうという皮肉よ。言われてみや確かに。狩猟採集民族になるのが一番やな。それでも努力やストレスはあると思うが、ポツンと一軒家みたいなとこで自給自足とか。今の日本で単身自給自足するやつの努力量って計り知れないからな。言うて農家するわけじゃないし、一人分だから大変なのは最初だけやで。基本的に自分の周囲にあるもので済ませて足りない分は現金を稼いで賄う。不労所得しかないやろ。ただ息するためだけにこんなにいろんなことしなきゃならないってなんなん。こっちはかなり譲歩してるのにって思ったけど、世界じゃ衣食住あるってこと自体が普通じゃないところもあるからな。何もせず誰とも関わらずには生きていけないのか。正直無能はそれが一番いいよな。働くほど迷惑かける人もいるしな。無能は生まれてきたこと自体が間違いだから、生ポを受け取って誰とも関わらずおとなしく足を待て。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。